はい改めまして皆さんこんにちは、えー、平日日平と、えー、金曜日の午後お忙しい中ですね、えー、お集まりいただきましてどうもありがとうございますただいまよりですね、えー、北海道新聞社そして北海道大学とのですね、えー、連携企画の公開シンポジウムを始めていきたいと思います、えー、北海道新聞とですね、えっと 北海道大学ですね。連携協定を締結しておりまして、この間も様々なあの企画というのをうやってきておりました。で、今年度ですね。えっ、ー、と来年の統一地方選挙を念頭に。 今後の地方自治の在り方を展望するとともに、まあ、あるべき自治体に分かれについて考えていこうという企画そして今、の北海道新聞社さんではですね自治の帰路という今もシリーズを始まっていますそうした一環としてですね今回の公開シンポジウムを位置づけております。そしてまたあの本日はですね目室町長の手島 明さんそして、えー、東神楽町長の山本進まさんをお二方をお招きしてるんですけどもなぜじゃあこの二つの町なのかということなんですけどもこれもですねあの北海道大学とですね、えっと、寮長とですねさまざまな今の今までも交流をさせていただきました、えー、ですから寮町長にもですねこの間何度もあの大学に来ていただいてご講演をいただいてで私もですね寮長を訪れて講演その他 というようなことをこうさせていただいたあの中でございます。それに加えてですね、もう一つ使い 加えるならば実はあの今回のテーマである地方自治体のあるべき運営のそうしたあの活,活動を交流するということで昨年のちょうど秋ですね山本町長と私が根、えー、室町長あの,目室町さんの職員研修の講師として実はこう言ったというような、まあ、そうした政策交流をこの観光させていただいているという流れの中でですね今回あの、地方自治の こここれからの在り方をこう考えていいいううととででお願いした次第です、えー、そして、またあのこの2つの町というのは皆様方もご存知かと思いますけれども実はですね、民間の賃貸大手会社の調査による町の住み心地ランキングの中でしばしばあの上位にランキングとしてこう出てくるほどまあいいえ住み心地のいいところなんですね。 でただ、それが単にこう住み心地がいいというだけではなくて、今日のお話の中でもこう出てきますけれども、やはりこのたゆまないまちづくりの努力の成果というところはこうあると、そうしたところをです、ね、我々をこう学んでいこうじゃないかというところがございます。さてて、えー、それではです、ねえー、早速始めてまいいりたいと思いますが あのまあ、この公開セミナー、北海道大学の公共政策大学の授業も兼ねているというところで、あの学生も参加して、履修している学生も参加しております、あともう一点ですね、本日、この本セミナーをですね動画配信をするということで、えー、と撮影をさせていただきます。でまた後日ですね北海道新聞社さんのホーームページに あのアップロードしていくというようなことになりますのでその旨ですね、えー、とあらかじめご了解をこういただければというふうに思っておりますさてそれではですね早速ではありますけれどもあの本題に入っていきたいと思いますでまず最初にですねいきなり目室町とは東神楽町とはというところから話を始めるのですので、えー、両町長に自己紹介と また町のまあ、概要の紹介というのをそれぞれ、えー、していただければなというふうにこう思っております。さてそれではあのー、初めに、えー、目室町の手島町長の方からあのー、お願いできますでしょうか。 え皆さんこんにちは。トカチの梅室町の町長の手島と申します。えー、座って説明といいますか紹介させていただきたいと思います。まあ、私はあの実は近隣の帯広市出身でして、1966年昭和41年。まあ、実はあの私非常に白が多いんですけども、隣の山本町長と同級生ということで、あの同じ年だっていうのをですねアピールしたいというふうに思ってますけども。 えー、実は日野恵馬ということでですね受験が非常にあの人口ピラミッドできゅっと少なくなっていますけどもあの年に生まれまして帯広、まあ、で小中高高校は帯広三条高校というところを出ましてですねそして、根、え、室、ー、町役場に入りました。 まあ、いろいろなところ転々と体育館をスタートにです、ね、仕事してきましたけれども、まあ、最終的には農業関係の農林課長で、えー、5年前辞めましてですねそして、えー、町長になったということで今あちょうどあの安倍さんの襲撃事件がありましたあの参院選と同じ日に目,目室町長選もありまして、まあ、いろいろ事情ありまして選挙運動もです、ね、その8日で辞めて。 まあもにふくしたというような状況もありますけれども、ああ2期目、今、スタートさせていただいたところであります、目室町の概要の方に進ませていただきたいと思います、人口が1万8、約8000人ということで、面積513.76平方キロ、ちょっとイメージつかないと思いますけれども。 あの割とと大きなな町かなというふうふに思ってますで主な産業は農業なんですけど実はここの農業生産額がですねまあちょっといろんな捉え方あるんですが令和3年度はですね363億になってます私どもの直接の計算方法でいきますとですねまあいずれにしても全土10位ぐらいということで基幹産業は農業ということになると思います。 で実は特筆すべきところがですね工業団地に大きなものを持ってまして製造品出荷額というのが非常に大きい700億を超えるということになっていますメーカーで言いますと例えば明治さんですとかあるいは日本缶詰さんクノール食品さんどちらかというとそういう食品関係のですねあとカルビーさんとかですねそういった。 えー、食品関係の大手企業が非常に張り付いておりまして、張り付いていただいておりまして、まあ、そのおかげで756ということで、全道の町村の中では第3位というですね。工業出荷額があるまあ、製品製造品出荷額があるということであります。で、あのまあ、年少人口15歳未満の割合がまあ、道内でも高い方でここに書いてある通り。 令和2年の国勢調査でも、まあ、全土4位というパーセンテージになっておりまして、まあ、東カウさんも高いと思うんですけども、まあ、そんなですねどちらかというと若い町ということなんですが、まあ、ちょっと分析してみますと農業とか工業商工業含めてですね、まあ、産業を中心として十勝の中心都市であります帯広市、まあ、ここと隣接しているということもあって。 まあ人口も維持ある程度されてますしまあ職住、近接あの職場と住居ですねえというところがありますのでまあ後ほどいろいろ話もあるかもしれませんがまああの県域帯広市幕別音府県目室っというのが通勤圏でありましてそういった意味では産業経済としてもつながっているという部分があるし まあベッドタウンになりやすい状況というふうに思ってます、まあ、そのことがですね、えー、年少人口、ファミリーの増加にも結びついて、で私どもの町では、まあ、次ありますけど、あのお話したいと思いますが、子育てに力を入れていると、ですから、産業と子育て、まあ、両方の面でですね、えー、力を入れさせていただいていることが、まあ、人口維持につながっているのかなと、なかなかの人口増という言葉はですね、私はあまり今、使えないと思っていて。 全国的に人口が減るのはこれはまあ今の状況からしてやむを得ないというふうに思ってますがまあそんな状況の町でありますでは子育ての部分でちょっとお話しさせていただきますこれ非常に図が小さいんで言葉で少し説明させていただきますまあ現状、メロ町内にはですね幼稚園、保育所8か所ありますそれから小学校4つ中学校3つ あと子どもセンター、まあ、放課後児童対策含めて、ですねこれが4か所あります。まあ、さらに子育て支援センター、これはあの生まれてからどうやって育児するんだというところのまあアドバイスするセンターですが、これが1か所、そして、えー、障害をお持ち、あるいはお持ちになるかもしれないという、まあ、発達支援センターというものを作っておりまして、これが1か所で、病院が4か所あったり、 1、まあ、一つで大きな公立目ロ病院という病院がありますのでこれ120床のわ、まあ、割と中規模的なあの病院があります、まあ、そういった意味で私もです、ね、いろんな場面で申し上げているんですけが、まあ、子育てとか教育に関するハードの部分は私は目ロ町もほぼ整備できているという,ふうに思っていますけれどが、まあ、今後の課題としてはあの人材確保ですね、やはりね。 保健・医療・福祉関係の人材確保そして、まあ、具体的なソフト事業を充実させるということが、まあ、これからの、まあ、本庁の大きな子育てに関する課題というふうに捉えていますえこれはですね北海道で出してます道内市町村の子育て支援に関する独自施策独自にやっているものの実施状況ということでありまして実はあの、まあ、たくさん書いてあるんですけどもえー 私どもがやっているのがそのマーカーで黄色くなっているところなんですけれども、一番左に結婚というところがあります、まあ、結婚自体へのうちの町の支援はあまりないんですが、移住・定住の支援というのは、ですねまあどちらかというと目室町、割と人口あの増加してたもんで、ここはちょっと遅れていて、今後のテーマだなというふうに思っています。ただ あの妊娠からはです、ね、力を入れておりまして、まあ、不妊治療、特定不妊治療と一般不妊治療ということで、まあ、これ資格の枠に書いてありますけど、まあ、これ頑張らさせていただいてますあと、出産でいきますと私どもの町はです、ね、どっちかというと結婚、出産で例えば祝い金を出すみたいなことよりも妊娠から育児、そして通学、まあ、進学、雇用までですね この環境づくりというものをです、ね、重視してきたというふうに、まあ、自負もしてますしいろんな場面でお金給付してくださいというお話をきますけれども私どもとしてはそう,、まあ、そういうことだけではなくて環境づくりの方に専念してきたと、まあ、結果的にはそのこともです、ね、評価につながっているのかなというふうに思っています、まあ、あのマーカーの一つ一つの説明はしませんけれども、まあ、結婚、妊娠、出産があってそして子育て、まあ、子育ての部分では まあ保育料の助成等々は皆さんやっているところあると思いますが、えー、給食費も、ですね、えー、副食費の全額助成ですとか、まあ、この辺は食べるものに助成するのどうなんだとかいろいろあるかと思いますがやらせていただいているのと学校給食費もですねどうしても物価が上がって増加してしまいます、その差額分については今、町の方で出して、えー、維持をさせている、まあ、そんな政策もですね打たせていただいています。 医療の部分では、まあ、子ども医療費の助成なんですが、まあ、医療の無料化ですで。今回私も公約の中に組み込ませていただいて総合計画の中にも歌っていきますが今、中学生まで入院、通院全部無料なんですが高校まで伸ばしていこうということを考えています。多分来年から実現すすると思いいいまして、まあ、あの正直自慢ででではななんですが1万8人レベルでです、ね、こ,のこうううような 政策を打つところはあまりないのかなというふうに思ってますので、まあ、こちらを今これから高校生まで全額無料にしていきたいというふうに思ってます、えー、それからあまあ教育の部分ではですね、まあ、特にこれからオンライン関係のまあ授業とかも増えていくと思うんでこういったものはですね率先して基盤整備をしていきたい、まあ、ギガスクール全国的なですね流れもありますのでこれに。 ま負けないというか乗っていきたいなというふうに思ってます。あとですね、環境で言いますと、まあ、これコロナバブルだと僕は思ってるんですけど、エアコンをですね、全、えー、校学校全校それから保育所にですね設置することができました。まあコロナもあまりいいことはないですけれども、まあ唯一というか <laughs> 良かったのはこの交付金を使って。 エアコンをはじめ環境整備ができたというのは良かったことかなというふうに思ってますあともう一つ余談ですけども公立目ロ病院もです、ね、コロナの空床確保をしたものでこれ補助金結構かなり来るんですよねですから数億赤字だったものが今年は1億8000万黒字と、まあ、私は正直コロナバブルと呼んでいますけども、まあ、そんな状況ですが、まあ、病院についても今後いかにあの 患者さんを戻せるかというところがですねポイントになってくると、やはりコロナで離れてますので、経営的にはそんな視点が必要かというふうに思ってます。えー、っと時間大丈夫ですか？そろそろもうちょっとはい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 わ、はい、かりました。で次がですね発達支援システムってこれあの全国的にもおかげさまであの評判と言いますか評価をいただいてるところなんですけども、えー、っとどうですかね。<laughs> えとこれはです、ね、子ども、生まれてからどちらかというと障害をお持ちの可能性があるお子さんたちに対してです、ね、個別支援計画というのを作ります要はその子のカルテみたいなのを作ってです、ね、生まれたときから極論言うと学校を卒業して雇用のところまでチームで支えていこうという仕組みになってましてあの一番上にあるピンク色のところがです、ね、主に期間。 どういった期間がこの障害の可能性のある子どもたちに関わっていくかという期間を表していますで、まあ、下に書いてありますけれども、えー、米印でですね。発達支援システムとは発達支援を要する方へ出生幼児期から就労期まで一貫性と継続性のある支援を構築するつなぎ、まあ、そういうやり方ですで先ほど言いましたとおり個別支援計画、まあ、カルテみたいなのをつ作りますと 幼稚園保育所から、まあ、生まれてからですね幼稚園保育所そして小・中へのつなぎというのをやりますからよく言われます小1問題だとか学校への連携ができないだとか小から中への情報がないだとかそういうことのないようにしてまして常に対象者の情報共有共通理解をさせていただいてますでこれを地域コーディネーターというものと発達支援相談員というものを採用して でさらにそれに保健師を加えてです、ね、その辺の人間がちあの中心となって機関を含めてチームで最後もその雇用まで持っていこうという仕組みということで理解してくださいおかげさまで障害のある方も町、ね、営の企業に就職したりですとか先ほど言った企業が工業団地にかなりありますので障害者雇用という部分でもです、ね、おかげさまで入って いいいただいています、まあ、ちょっと課題になるのが通勤手段なんで、まあ、メモの場合は車がないとできないものですからそれに対してはです、ね、通勤の支援をしていますバスですとかそういったもので,です、ね、企業まで送ると、まあ、そんなシステムをやっているということでございますあこれは後ですのでここまでで終わらせていただきます少々長くなりすみません。 はい、手嶋町長ありがとうございました。それでは山本町長続いてお願いします。 はい、えー、すいませんご紹介をいただきました東角田町長の山本でございますどうぞよろしくお願いをしたいと思いますあの今手島さんのから話がありましたが僕手島さん同級生で、えーまあ、同じ昭和41年1966年生まれ、えー、ということです僕もあの出身がですね同東の手塚川という町で えまあ東かぐの場合は、えー、と大学を経て就職をしてから手鹿がということになってまして、まあ、高校もですね、えー、釧路と浅井が転校して大学は山崎先生の1個先輩という形にはなりますけれども大学卒業した後に。 東かぐ中町役場に就職して、それでまあ長所になりましたのが、11年ぐらい前になりますけれども、平成24年の2月の選挙で、なりました当時45歳というところだったんで、今は3期目で11年目というふうになります。 えまあその中でさまざまちづくりも進めてきましたけれども、まあ、今、手嶋さん、いろんなお話をいただいていますが、私の方からもです、ね、ざっくり東かぐらのです、ねえー、まあこんなことをやってたという、いやあのこんな街ですみたいな話をさせていただきたいと思います。えー、まずあの東かぐら町ですけれども、人口が今、1万人ぐらいですが、旭川市、もともと人数36万人いましたけれども、今だいぶ下がってますが。 えー、その人材ですね食い込んだような町で、えー、あります。旭旭川川市に対しまししまてです、ね、川が合併した、えー、神楽村 もともとうちの母村になりますが神楽村の東側にあったので東神楽となったんですがもともとの母村である神楽が旭川に合併したので、まあ、食い込んだような形になっているというところになります。でまち、あ、づくりとしてはです、ねまあ、子どもが多いという話花の町あるいは農業,農業関係それから空港があるというような町というふうになります。地域自治は後でお話をさせていいいたただきたいと思いますが 人口ですが、人口も減少局面に入っています、えー、と平成27年の国勢調査で1万127人ですが、もう1万人は切っているということで、まあ、なかなか減少するというのはまあ早いもんだなというふうに思っております、まあ、それでも比較的です、ね、このいわゆる人口としてはですね、えーまああのちょ 1975年からまあ大体2倍ぐらいになっているというような町であります、もちろん宅地開発ということもあるんですが、まあ、そういう部分では人口がずっと増えたんだけど、減、ま、少、あ、局面になりつつあるという話です。 でえ子供の割合先ほどあの手嶋さんのからありますけうちはですね結構やっぱり子供の割合高くてですね、えずっとこうえ北海道で一番を最近ずっと続けているというところになります。まああのかなりですねそういう意味では子育ての部分っていうのは当然出てるなというふうに思っています。え特にまあ教育の関係とかも含めてですね継続的に進めているというところだと思います。まあ人口増加管理由はまあ端的に言うと計画的な宅地開発でありまして、まあこれは都市計画を引きながら宅地開発 開発をしたとということで特にこの肘の地区というですね、朝井川に近い側のところの開発をしたことによって、えーまあ、増えたという形になります。でえーまあ、その計画的にやったので、そもそもコンパクトなまちづくりであるので、えー、そういう部分では都市計画がかなり効いてるんだろうというふうに思います。で、えー、人口のこれ、グラフなんですが、 えーまあ、この赤がです、ね、亡くなる方で、で、えー、青がこう出生ということで、やはりもう出生と死亡、ね、の差が出ているので、今、まあ、自然現です。ですから、えー、亡くなる方が例えば、えー平成まあえー、と令和3年だと,と、亡くなる方が111人で、生まれている子が67人、えー、その前の年がです、ね、やっぱりコロナの影響なんですが、えー、子どもの出生数がすごい下がったんですね。 やっぱりそういう部分でまず自然源でも50とかそういうぐらいの差が出ちゃうというふうになりますで社会増減はどうなのかというともうこれは青が転入で赤,赤が転出なんですが、まあ、転出はやっぱり相当,あの相当数のレベルでやっぱりあるんです、ね、これはやっぱり若い人を中心に高校卒業した段階で、えー、北海道から出てくることも含めてです、ねまあ、札幌に出てくることも含めてある種の一定層の転出がある転入はです、ね、これもう明らかに宅地開発 宅地開発で大規模な宅地を売ることによって結果としては、えー、まあ入ってくるということが出てくる合わせた人口動態について言うと、まあ、基本的にはです、ね、やっぱりも今、減少局面に入ってきているというふうな形になっているというふうになります。 で先ほどです、ね、山崎先生からの話がありましたが住み心地ランキングはうちがです、ね、全国で1位になったふるさと版とっていうのは、まあ、小さな町のレベルで全国1位になったとっいうふうにはありますが、まあ、根室さんもすごいありますし、まあ、今年は東側が1位でうちが2位だったのかな北海道では、まあ、という形ですが、まあ、ある程度住みやすいという部分では評価を頂い,いているのかなと思っています。 えー、子育ての部分はです、ね、先ほどこう手島さんの話がありましたこれ政策論でいうとベンチマークの部分である程度このどの町が何をやってるんだということを比較しながら見るっていうのが結構あるんだと思います。もちろんその町は特性、特性っていうのはあるんですがどこが欠けてどこが特質すべきものなのかっていうのを考えながらやっていくってい必要があるのかなと思ってます。 で例えば、今、うちのやってる施策の中で一つ、まあ、さっきあの医療費、高校生までってやってますうちが10月1日から高校生までと、えー、いうのを、まあ、たい実施をし始めました、えー、まあそういうことも含めて、安心して生活あの子育てができるためにどういうことをするのかということで、まあ何でもかんでもするということではなくて、ある種、ピンポイントの部分だったり、あるいはその全体のバランスの中でどういったことをするべきなのかというような取り組みなんだろうというふうには思ってます。 えそれから、この君の椅子事業というこれは東川さんから始まった事業ですけどもえまあ生まれてきた子どもたちにまあ椅子をあげるという旭川が家具の町ですのでえその特産の椅子をあげるという事業です。 あとまあ給食なんかもですねこれは全校がです、ね、ランチルーム方式で食べるんですねだから今はちょっとコロナでですねこ,のこういうね楽しい食事ができなくなってしまったということになってますが前はですねこういうふうにランチルームでみんなでわーっと集まってそれでこう1年生から6年生が縦割り班みたいな形でしてそれでこう6年生か1年生面倒見ながら食べるみたいなそういう楽しい給食だったんですがちょっとコロナでできなくなっちゃったというような形です。食育学 かかななりりり早くから取り組んでいるとううふうになりますあと花の町ということでこれはまあずっと昭和40年代から続けているのでどちらかというと観光というよりはですねやっぱりあの生活環境をきれいにしていこうという花の町づくりを進めています、まあ、いろんな場所できれいにし,つしてますし町内会の清掃なんかもですね年に4回やりますけれどもほぼ皆さん来,来ていただいて清掃するというような形でやっています 育苗センターというところで実際に花の苗なんかを作るなんてこともやってます農業の関係で言いますと目室町さんははたさく中心ですが私どもの町はあの米中心になりますので七つ橋とかゆめピーカとか、まあ、そういったものを中心にしながらあと都市近郊という部分もあるのでは作と組み合わせながらというような形になっています、まあ、特産品あるいは旭川家具の一翼も担ってますので家具工場なんてのもありますあのブランドととしてこ、ね、こんなこともやって ますというタネイトミーなんていうのもやってますというふうです。えー、それから空港の部分ですが、えー、空港朝日空港のあるのが実は私どもの街でありまして、この空港の就航率の話が結構ありましてですね。まあ、雪でも降ってもですね、結構飛ぶんですよね。 あのこれはです、ね、あの新千歳空港みたいな過密空港ではないということあるいは風が比較的穏やかなので吹雪がない、まあ、そういったことであと除雪サイズが非常にいい、まあ、そんなことで99.1%とか年、まあ、によって99.5%とかです、ねえー、そういうような形で新千歳空港が大騒ぎになるような時でも旭川空港はちゃんと動いているというケースは結構あります。 で国際線もです、ね、飛んでたんですが、今の状況ですので、国際線は飛ばなくなり、名古屋便もです、ね、今はちょっと,とあの季節運休みたいな形になっちゃいましたというふうになっちょっとやっぱり厳しくなりました、これが空港の利用客数の推移ですが、もう明らかにコロナでがっつり落ちてです、ね、これはやっぱり非常に厳しい部分があって、当然、この部分でいうとコ、コロナでの影響もあるので、やっぱり雇用であるとか、そういったものに対する、経済に対する影響っていうのはやっぱり大きいというふうに思ってます。 あとまあ空港がです、ね、今、国際線ターミナルの改築に伴ってかなりこう便利なフードコートもできましたのでもう非常にこう使いやすいなというような空港になっています。 で今、空港自体がです、ね、北海道エアポートさんっていうで、ね、北海道エアポート株式会社が奈、えー、空港一帯の民,活民営化をしております。旭川空港もその一翼を担う形になるので、まあ、その時にです、ね、どういうふうに考えていたのかというと、まあ、今のです、ね、110万人から120万人の利用客を230万人にしたいという話ですので倍ぐらい。 まあそのぐらいです、ね、路線も増やして、あるいは外国等のです、ね、行き来もするんだというような形でやっていくというふうな計画を持っている、まあ、今、コロナでこんな状況なんで、なかなか厳しいんですけれども、まあ、私もそういった分では期待をしているということになります。 あとまあ道路整備も、ですね、えー、この旭川十勝道路という道路整備も進めてきているというふうになります。まあ、空港が、ねえー、ありますけれども、本当にこう綺麗な空港ですので、多分新千歳空港だったら、あまりこんなことであるんですけども、そんなに警視庁誌とかを通るわけじゃないんですが、旭川空港は b a ラノとかですねあるいは大雪山といったところを通るので、非常にこう綺麗な空港というふうになります。まあ、一応私ども、はい、山内長あのいいたしまま山長あありがとうございました え本日はですねえともう一方、北海道新聞社のですね金子信介え記者にもですねえ加わっていただいて、ところどころで入ってあのいただいて、コメント等々をお願いしたいと思っております。それではあの金子さん、自己紹介を兼ねて、また今の両町長のお話を聞いて、どうだったかというところをまず一言いただけますでしょうか。 あのこんにちは北海道新聞の報道センターの金子俊介といいます、今、の同調の記者クラブにあの所属してるんですけれども、まあ、今まであの浦河支局だとか、北見報道部だとかで、その後東京の政治部にいて、ですねで2020年にあの札幌の本社報道センターに来て、あの2年間、ですねあの山崎美希音先生とあの一緒にあのまあ北海道のこう将来を考えるなんていうちょっと大きなテーマで企画をやらせてもらいまして。あの 七高生に輝きをというまあテーマだったんですけれどもあのまあこれあの本になっててです、ねまあ、絶賛発売中かちょっと絶賛かはあれなんですけどあのまあもしご興味のある方は手に取っていただきたいと思いますでどんな企画だったかというと、まあ、そのあの北海道これ今520万人が2045年の人口推計だと400万人にあの減るということと、まあ、その中であの札幌はです、ね、今190数万人が180万人を維持するので まあ人口の札幌の一極集中が続いてですねえー札幌に45%人口が集中する時代が来るときにまあ本当に今までえと同じような北海道でいいのかということをまあかなり え厳しい目で考えるという企画をさせていただきましたでそれを2年やって今の道長の記者クラブに来ているということでございますで今の両町長からいろんなお話伺いました本当に,あの簡単に感想だけあの申し上げるとまさにこの企画をやらせていただいていろんなこう道内の地域を歩いてきたんですけれども、まあ、そこから考えるとやっぱりこの、えー、目室町さんとやっぱり東神楽町さん多分他かから見ると本当にうらやましい。 街だなというふうにきっっっとと思思のかなと思っていますあのやっぱりいろんな地理的なこともありますしきっと政策的にうまくいってるいってないということでやっぱり北海道内この市町村も非常にその格差が出ているなというのはこう改めて感じていまして、まあ、あのきっとお二人のお話をエッセンスをこう受け取れるところとです、ね、受け取れないところとやっぱり地域ごとにいろんなやっぱりこう戦略を立てていくことっていうのは改めて必要だろうなということを今思った次第です以上です。 はい、あ寮、まあ、長ともですね、えー、子育て支援とですね、やはりこう教育というところをすごく熱心にやられているというところは共通して、えー、ありでさらには目室町さんのようにですね、まあ、発達障害のそうした立たちをこうきちっとこう社会で、えー、受け止めようというところでこう独自性を出すという,ようなところはこうありまた東神楽町さんもですね、そういうい花の町とかですね、健康の町というところで特色を出しているというところがやっぱり、こう、 よく分かったところです。さて、それではですね、これ次続きましてこの領町によるその先進的な自治体運営というところにそ焦点を当ててお話をしていただこうと思います。まあ、地方自治体というまあ、お役所ですね。えー、多くの行政職員がいてそこでこういろんな人たちを束ねて。 働いているわけですけども、それをこう運営するっていうのは必ずしもこれ簡単な当たり前なことではありません。そこの部分をですね、目黒町さん、東川崎町さんがどういうようなあの工夫をされているのかということについて、えー、それぞれちょっとこ紹介をしていただければなと思います。それでは最初にあの手島町長をお,お願いします。ぜひあの進行の関係で15分以内でですね、えー、ぜひすいませんがお願いできればと思います。 あご用意できましたでしょうかではお願いしますえっと皆さんの手元にですねお手元にですねカラーのやつはいってますかあらいってないのかみんな白黒あみんな白黒でしたかああそうですかこれだけカラーでお願いしたかったんですけど <laughs> まああのー、まあいいですあのええー 目黒町のですねこの一番上にあります地域行政経営システムというものをちょっとお知らせしたいと思うんですが、まあ、私たちあの山崎先生の、えー、なんていうか、えーまあ、食いつきというかその部分ではですね行政経営ポリシーというのは実はありまして、まあ、その前段でですね目黒町の地域や行政をどうやってこれから まあ私は運営ではなくて経営っていう言葉を使わせていただいてますけども、この行政経営システムという中で、私自身がですねどのようなまちづくりをするために、例えば制度だとか方針だとかまあ、いろんなあ取り組みまあ、そういったものをですねどこを活用してまちづくりをしていくかというところをですねちょっとまとめさせていただいたものになります。で、目室町はあのまあ、東下倉さんもそうだと思いますけど、総合計画というのを非常に大事にしておりまして、えー 通常、昔は10年とか15年の長い総合計画がありましたが、今、目室町では8年、そして4年4年で全後期を分けて、首長の任期と合わせている、ちょっとずれてはいるんですけど、合わせていると、そういうことをにしております。ですので、公約で言ったことが、次の総合計画の前期か後期に必ず反映されるということになって、 でまあ、首長のある意味では影響というか考え方が非常に反映されやすいということがあります。一方で やはりあの現職でない首長が非常にそのま不利というわけではないんですがなかなか難しい点もあると、まあ、そういったこともあるのかなという,ふうに思ってますが、まあ、いずれにしてもあの時代の流れが早いので総合計画をずっと夢のように書いてあって10年も15年もその先っていうのは見,あの見通せない時代になっているのでそれで、極論でいうと4年4年でいろいろ変えていこうと、まあ、そういう考え方になってます。 目室町ではあの将来像総合計画の中の将来像でみんなで作りみんなでつなぐずっと輝く街目室これを目指していますがまあ、その中にですね5本の基本目標があります5本のうち4本は例えば産業振興であったり教育であったり保健医療福祉であったり町民生活や防災ここまではですね正直 人もの金を一定程度投入すれば、まあ、全部とは言いませんけども解決できる部分だというふうに私は認識していますがこの5番目のえ住民と行政がともに考え未来につなぐ自治のまちづくりこれだけは、まあ、住民も含めてですね自分ごととしてまちづくりを考えていただかないとあの達成できない目的だというふうに考えていますで。そのことを考えた上で 現在におけるその課題というのは何だろうというので、ちょっと色ついてないで申し訳ないんですけれども、えー、横並びで人口減少、少子高齢化対策から地域コミュニティ共同愛情勢、そして次世代人材育成の町民版と、まあ、職員版、この黄色の上の方にあります4つを、ですね私は基本目標達成のための大課題だというふうにまず整理をしたということになります。 でそのために、ですねこれまた色なくて申し訳ないんですけども。えー 解決方策として、まあ、ここにはい表じゃないです、ね、前には書いてありますけども解決方策としての例えば人口減少であれば関係人口を増やしたり交流人口を増やしたり移住定常を増やすそして地域コミュニティですとか、まあ、次世代人材育成なんかについてはコミュニティスクール、まあ、これ後でちょっとちらっと話しますけどもあるいは町内会活性化みたいなものが郷土愛情勢にやっぱりつながっていくんだろうというような考え方。 で今日はメインで話させていただくのが、えー、次世代人材育成の職員版一番右側になります。でですねこれあの市として行政組織の運営とかまあ、経営とかあるいは職員の意識改革というところにまあ、スポットを当てた内容になってます。でざっくり言うとですねえっとこのここでいう水色になってる右側ですね半分に分けていただいて左側が組織を 整える取り組み役場としてですねで右側が子の育成に関して整理した取り組みとこの中に山崎先生がおっしゃる組織を整える部分の中に行政経営ポリシーが位置づけられているということになりますあと後で説明しますけども子の育成については人材、まあ、人材の財は必ず財産を使うように私はしてますけども人材育成基本方針えというのがですね こののの育成の部分のメインになると、まあ、あのその下の部分はあまり詳しくは説明しませんけれども例えばえ、後ほど説明しますが組織機構の見直しや、えーまあ、目黒町役場の ICT 計画これは自治体 DX につながるものだというふうに思ってますけどもあるいは民間活力をもっと活用しましょうこういった組織側の整えみたいなものが左側。 右では当然自己研査んですとか職場内のコミュニティ充実こういったものが必要だなと思っておりまして最終的には職員についてはやはりワークライフバランス後ほど出てくるんですが働きやすさそういったものをですね求めてそして やる気にになって、ま、ちづくりに取り取組んでいただ、きたたいいという,ふうに思っていますすだですねあの私は業務効率化改善だとかワークライフバランスで職員を楽させようとは思っていませんそうではなくてそこでできた時間をですね矢印ずっと引っ張っていただくと町民との対話とかインフォーマル活動というところに行っていると思うんですがここにぜひ時間を、まあ、自分の時間も大事です、もちろんそれはそれでいいんですけども。 できた時間の一部をです、ね、こういうインフォーマル活動や町民との対話に使ってくださいでちょっと強制的にやっているのが地域担当職員制度ですこれは町内会にそれぞれ2人ずつ配置をして行政情報のパイプあるいはニーズの把握、まあ、そういったものにですね職員を派遣する、まあ、仕組みというものをやっていますちょっとメインは今日職員の人材育成の方になりますんでこれでちょっと終わりますけども1つはあの えっと、町民の人材育成、ちょっと僭越なんですけれども、そこで今、一生懸命やっているのが、ですね、まあ、目室未来学と書いてあるものの下の食農教育ということなんですが、まあ、農業王国目室と言いながらあの、私の子供もそうでしたが、畑に行ったことがないだとか、大きなトラクターは危ないから近づかなくて見たことがないだとか、まあ、近くでですね見たことがない、まあ、そんなことを子がたくさんいて、ですね農業王国と言えるのかと。 いうことがあったものですからカリキュラム12コマを使いまして5月から収穫の11月ぐらいまで小学校の学校によってちょっと違うんですが6年生3年生必ずこの1シリーズをこう収穫までですね体験させるという職能教育をやっていますこれをやると子どもたちがまず地元に対してやっぱり誇りも持ちますし農業に対する尊敬 いは自分たちもある意味作りますからそういったものを残さないだとかで自分たちの給食に材料を使うんですねできた芋だとか、まあ、そういったもので非常に私は効果のあるものだというふうに思っていますもう1つが地元大学といいまして中高生で目室未来学を受けた子たちが中高になった時にもっとまちづくりに関わってほしいということで例えば商品開発その 食物を使った商品開発ですとか大学生との交流によって将来の夢を考える機会ですとかそういったものを地元大学として地元大学生としてですね中高生をこう、えー、来ていただいて役場の職員も一緒になって、まあ、いろんなまちづくりに対する意見交換をしていると少し余談も長くなって申し訳ないんですがえ次にですね、まあ、先ほど言いました行政改革から行政経営へということで、まあ、あの 職員ばかりを見てるんじゃないかっていう意見もあるんですけど私はそうではなくて結果的にやっぱり町民の生活や行政サービスに結びつくというふうに思ってます後ほどそれはお話しします。でこれがですね、まあ、先ほどの水色の部分縦に2つに割ったっていうところの部分なんですけどもまず組織を変える部分ではやはりあの対話から連携 共同行動へですとか1から5までこう書いてありますけどもまあ,あまり細かいことを実は書いてあるわけではないんですが行政経営ポリシーとしてこういう考え方のもとでやっていこうということなんですがやはり私はあの経営方針の中で一番あのポイントにしているのは町民から信頼される組織を作るためにどうするかそれと次世代にどうやってつないでいくか私は今、首長ですけど首長は変わります。 ですから、一方です、ね、組織はあり続けるわけですので、私は次世代につなげるために、この組織を変え,て変えるというか、組織を重要視する、まあ、このことがです、ね、未来永劫、輝き続ける街メムロを作っていくためには必要だと、そういう認識を持っています。まあ、だからといって、職員ばかりに、あなんていうんでしょう、プラスのことをやったりだとか、そんなことはないんですけれども。 まあ一方で、子の育成、まあ、これはそれぞれの意識もありますけれども、えー、ポイントとしては、やっぱり町民に信頼、感謝される職員、それからチャレンジ精神のある職員、自己啓発に努める職員、こういう3つ、まあ、7つ書いてありますけれども、この3つが意識としてやっぱり重要だなということを強く感じているところであります。 やっぱり組織は人なりっていいますけれども、まち、あ、づくりに職員の存在というのもです、ね、非常にキーポイントになると私は認識しておりますので、こういうやり方をやっている、これはちょっとあの流させていただきますけれども、えっと、行政系ポリシー策定経過と考え方の中で、ポイントだけお話しさせていただきます。 まああの今まで行政改革、行政改革といって、私どもの町も第9次の行政改革大綱まで作りました、まあ、しかし現実には国の財政危機も背景にある中で、やれその市町村の経費を縮減しなさいだとか、少数制でいきましょう、まあ、少数制はだめではないんですけども、職員を減らしましょう、そういうマイナスの発想だった部分もあると思いますが、私はこれからはやっぱり経営感覚、 職員自身もモチベーションを持って、えーまあとで稼ぐ行政ということもあるんですけども前向きにこうやっていくというそういう感覚というか意識というかが必要だというふうに思ったものですから行格ではなくて新しい組織づくりそして人づくりの方針としてのこの行政系ポリシーを策定しようとそういう考え方を持っております先ほど役場ばかり見ているという話ありましたけれども いろんな役場職員役割があると思ってまして、えー、まず住民窓口であったり対話の相手方でもあります、まあ、さらには現場のニーズを捉える人っていうこともありますそしてそのニーズに基づいてプランナーであったりコーディネーターであったり、まあ、場合によっては裏方として支える人、まあ、そういう役割が求められていると思うんですがこの 役割をきちんと果たした場合、町民とのお互いの信頼関係もできると思ってまして、まあ、このことが生まれれば、ですねこの考え方の最後に書いてありますけれども、町民満足度の向上につながるというふうに捉えています。ちょっと具体的なお話し,しますと、行政経営ポリシーの中ですね、これなんですが、特に右側から流れていっております。えー、とは言っってもですねやっぱり ある程度行政改革に近い部分の各方針というものは必要だと、まあ、効率化であったり、あるいは新たな時代に対応するうーまあ方針、こういったものは必要だと思いますので、この一番の職員数適正化方針からまあ人事効果実施方針まで。まあ、これも 結構短期間で作ったんですけども、まあ、一生懸命です、ね、整備をさせていただいたということですその図がです、ね、これになりますさっきと同じなんですけど、まあ、組織のためには左側の123がありますよこのためには、まあ、人事効果なりです、ね、そういった方針がま関連してきますということになりますちょっと一応中身だけお知らせさせていただくと、まあ、これもポイントを絞ってお話します 職員数の適正化方針については、まあ、これ、山崎先生からもご評価いただいてますけども、まあ、少数、うちの場合、割と少数制で質の高い行政運営をしているというふうに言っていただいてます、でやっぱり大きいのは、総合計画を軸にしてますし、議会ともの議論も、ですねやっぱ総合計画に乗っている、乗ってない、あるいは総合計画から波及している実施計画、実行計画というのが実はあるんですが。 そういったものを中心に議論させていただいてますので、これ、なぜかというと、ですね昔、総合計画を作って、それはそれで、絵に描いた餅だった傾向が僕はあったと思ってまして、実際に予算とかに結びつけるときに、いや、総計、総計って言うんですけど、総計は総計でしょ、これ、夢みたいなもんで、現実とは違うよねっていう発想がちょっと多くて、これは、 予算や評価やそういったものと結びつけないとダメだなっていうところで総合計画を共通言語議会とも共通言語にしますしまあそういった意味では評価制度なんかも総合計画のどういう体系の中に結びつく事務事業なんですかっていうのを整理していますですから基本構想があって基本目標があって政策施策事務事業とこうあるわけですがそこが全部つながっていて職員に対しても何のためにこの ことをやっているのか逆算すると事務事業を自分が担当していることが政策や施策にどう結びついているかということを分からせるためにも総合計画の活用というのが私は必要だというふうに思っていますちょっっと長くなったすいませんもう1つ民間活用,計画あ活用方針ですけれどもやっぱりこれからですね行政だけですべてできないんですよねですので民間活力の積極的活用というのを、まあ、明記させていただいてます あるいは民間ができることはやっぱりお任せしたいので受託事業者を増加させたり受託方法の拡大なんかもしています、まあ、一つの例、これ工事発注なんですが、まあ、役場庁舎もそうだったんですが ECI 方式というのを全土で初めて導入させていただきましたこれは今まではですね設計は設計の業務で発注施工は施工の業務で発注、まあ、そういう形でやってました。それを一体的に 設計施工すべて事業者が入っていただくような JV みたいなのを組んでいただいてですねそれで一体発注するというやり方です。これをやるとどうなるかというと設計も施工のことを考えますし施工業者もどう工夫したらこの設計を安くできるかということを考えるようになるんです。でですので コストとか工期の縮減に結びつくということで、これ、うちの役場でまあ今、プールもですねそういうやり方でやってますけども、非常にあの私はあの効果があるな、ただ事業者側はうまくこうジョイントしなきゃいけないんで、そういう調整はちょっと大変かな、ちょっと横にそれましたけども、ですから、この下に書いてある通り、その分野を最も得意とするもの。 より高い成果が出せるものそして新しい可能性を創出できるものが担えばですねそれで公共としてはいいんじゃないかという発想になります3つ目が気候改革これがですねなかなか正直実現しませんでした主な検討内容一から九まで書いてありますがポイントを話しますと丸3特命部署の設置これはさっきの地域行政経営システムのシティプロモーションから人口減少対策 関係交流人口、まあ、こういったものに結びつけるために、やっぱり職員が片手まではできないなと思ったんですね、なので魅力、魅力創造課という課を立ち上げました、10人体制ですで、これで関係人口や交流人口をどんどん増やしていって、目ロの応援団を作りましょうと、まあ、そういうための課を作ったのが、えー、特命部署の設置ということになります。 それから課の適正規模ということで逆にですね職員も限られておりますので統合しなければなりません住民生活課と税務課を統合して住民税務課としましたでいろいろこれも反発はありましたけれども結果的にはやれてます、まあ、ちょっと苦しい部分もあるのかもしれませんがやれてます、まあ、そういうですね時代に合わせた、えー、膨らみだったりあるいは縮小だったり、まあ、そういったものはですね やらなななきゃいけないいけのかなとううふうに思ってます最後町内意思決定機関のあり方ですが、えー、今までは町議といってですねその中で、まあ、管理町議というところで政策を決めてました、まあ、意識の問題ではあるんですが名前を変えて経営戦略会議という会議に変えました、えー、そして課長が全部入って、まあ、部長制打ち引いてませんので、まあ、残念ながらできなかったんで課長が集まってですね政策的なことも自分の範囲じゃない担当についても 政策的に考えていここううということであります最後のスライド、今回最後のスライドになりますこれがですね、目、えー、ロ町行政経営ポリシーの考え方で、まあ、左右ちょっと逆転になってます、左が河の育成になって、右側が組織の部分ですけれども、これもあのポイントだけ話しますと、非常に見づらくてごめんなさい、真ん中に知識、意識、組織っていうふうに書いてあります。 まあこれをですねそれぞれなんてうんですよキーワードにしましてこの育成ではしっかり知識を身につけましょうということで例えば民間派遣なんかも積極的にやってますそれから新人の決断研修とかですねあるいは内定を出した人にあのやっぱり辞めたって言われないようにあの連絡を連絡というか来ていただいたり連絡を取ったりってしなきゃしてるんですね。そういっった取り組みもやってますあと 左のちょっと下の方に R2 テーマ1、12、まあ、教育とか郷土愛って書いてありますけども、まあ、地元大学のことですとかシティプロモーションなんかについて話しています意識の部分ではですねこれはちょっと進んでないです正直新職員提案制度というのがあってこれをですね先ほど職員を育てたら結局そこで提案していただくのが一番いいんですね。 そこまで持っていきたいと思ってるんですがこれが大きな実は私は目的に実はしておりますがなかなか職員も正直忙しいもので町の大きなテーマについて例えば大きくなくてもいいんですけど他の自分以外の仕事のテーマについて手をつけるということがなかなかできないというのが実態ですそれと、まあ、自治体で、まあ、これポーズ的なところもあるんですがイクボス宣言というのをさせていただいて。あの ボス要するに管理職を含めてですねそういった人間たちがまあ積極的に休暇なんかも定期的に取ってそして任せるものは任せましょうだとか部下の育成についてどう考えるかということを目標を書いてですねやっていこうというですのでボスを育てるという意味での育ボス宣言ということをやってますおかげさまで年給取得率がちょっと上がってですね そしてアンケート、これ悪いこと書かないと思いますが、アンケートではあの休暇が取りやすくなったというお話を職員からいただいています、ちょっとまだそこまでの成果なんで、もっとボスを育成しなきゃいけないなというふうふに思っています、あと、ビジョン共有、これ、私がやってることなんですが、朝礼の代わりに、ですね全職員に朝、おはようございますメールというのを流して、 えーまあ、天気のことから今日の私の業務から、えー、こんなことが課題ですよねとかちょっと人生訓的なことを書いたりだとか、まあ、そんなことをですね毎日やらせていただいてます <laughs>、はいまあ、そういうことで、えー、デジタルみたいなネットワーク通じてですけども、まあ、コミュニケーションを図っているということになります最後、組織の部分で、まあ、今後の課題行政課題にもなるんですけども やっぱりまあ最新技術の活用みたいなことを書いてますが自治体 DX をですねやっぱり今後大きな課題にしたいなそれはフロント業務もバックグラウンドの業務も同じなんですけども町民に対してのサービス工場もそうですけども裏側というか手続き的なものの DX 化これはですねちょっと遅れちゃうと多分恥ずかしい自治体になっちゃうのかなと思ってるんで頑張ってやっていきたいなと思ってが、ます。 例を含めてお話しさせていただきました。以上です。手島町長ありがとうございました。次世代をきちんと担える人材を育成するっていう様々なですね、えー、実践総合計画を基本とした自治体の運営、そしてまた時代に合わせた諸改革というものをですね、えー。絶え間なくこうやっていくと、そしてまた。 まあ、成功しているところもあれば、まだまだこれからだよっていうところも。えっと、本当にあの、赤ララに話していただきました。それでは、あの、山本町長、東神楽町のですね、自治体ガバナンスについて、お願いします。 今、メモのさんすげえなと思って、僕、計画的な部分って、やっぱりちょっとまだ弱いところがあってです、ね、ここはなかなかできないよねと思ってる部分があるので、すごいなあと思って見てました、まあ、私の方はですは、ね、今回のこのテーマは、逆側の,方のですの、ね、どちらかというと、そのガバナンス側として、例えば不祥事を防ぐとか、あるいは適正な運営をする担保するためにどうするのかみたいなところを、少しちょっと話題提起みたいなことを含めて、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 ESG ってこれあの最近よく出てくる言葉でよく ESG 投資なんていう投資民間会社が投資する時にですね まあこの環境であるとか、あるいは人権とか社会であるとか、あるいはそ,のそれぞれの会社のガバナンスであるとか、そういったものがしっかりしているところでないとしませんよというような形で見られる、社会的にはです、ね、こういったことがまああの一つの判断基準になっているというところであります。で自治体がこれを求められているわけではないんですが、実は自治体にとっても実は大,大,変ところ大変重要なところでありまして、まあ、特に今の時代でそのゼロカーボンを含めた環境問題、 あるいはまあ人権的なこととか社会的なことは結構やってるんだけれども当たり前のように当然公共ですからやるんだけれどもじゃあみんな同じサービスでやってるのか例えばその人権確保なんかでも言ってもパートナーシップ制度みたいな、えー、そのいわゆるジェンダー問題に対してどういうふうに取り扱うのかって各自治体で実は違ってたりとかもしますしやっぱりそういう自衛がないとなかなか手が出せないということもそれからガバナンスの部分でいうと、まあ、本当にこう不祥事っていうのは結構まあまあ投資当心 さんももそうですけれどもあのやっぱり報道されるということが多くて、まあ、そのことに対するうー、まあ、いわゆる自治体のインパクトっていうのは非常にこう多いわけで、まあ、そこをなんとか解決していかなければいけないんだろうというようなことで思ってますで、まあ、ガバナンスの部分では、まあ、あの皆さんご承知のとおりですねやっぱりその、まあ、このガバナンスっていうのはそもそもすべを収めることだということで、まあ、いわゆる統治というような形で言われておりますけれども自治体はそれはガバナンスできて当たり前じゃないのって言われるんですけど 実際そうでもなくてやっぱりその小さな自治体は小さな自治体であるガバナンスをちゃんと聞かせないと難しい問題が起きるよねっていうことはイメージ僕はしております。で特に実際ののガバナンスででうとですねやっぱりその こう実際に求められているのは当然公平公正である自治でありますので不正なことあるということはもう大変こう問題になるわけですしまたその職員なんかもですねそういった福務なんかもしっかりやらなければやはり大きな問題になってくるわけですまあこれをどういうふうにこうやっていくのかあるいはその業務上のエラーっていうのも当然出るんですね例えばよくあるケースでいうとまあ税金のたいあの収納漏れだったりとかあるいはご徴収みたいなもんだったりとかまあそういうのは当然 あの当然と言ったらあるんですけども、まあ、あるってなかなかこうなくならないというようなことがありますでもそれをです、ね、どういうふうにこう防いでいくのかっていう仕組みを作っていくっていうのが大事なんじゃないかというふうになって、まあ、実際それぞれの自治体はです、ね、やってるんだけれども果たしてどのレベルでやってるんだろうというようなことになります、まあ、その自治体ガバナンスの PDCA の部分でいうと、まあ、こういった形で まあいわゆる計画を作りながら、それでその計画とか、あるいはルールを作ったことによって、それをこう適正に回しながら、あるいは研修とかを含めてですねやっていく、さらにこう新しいですねやり方を取り入れていく、そんなことも含めてやっていくわけですけれども、それが本当にできてるのかなというのが実はあります。これ、ちょっとかなり問題定期的に部分で、なかなかその全部の自治体がですねえいわゆるしっかりできてるわけではないなというふうには思ってます。 特に公務員の部分でいうとです、ね、やっぱり公務員は高い職業倫理が求められるので、まあ、一般の民間の方よりもです、ね、やっぱりこう犯罪に対する意識だったりあるいは正義とかです、ね、そういったものに対する意識っはすごく高いものが求められるのでそれをしっかり守れるようなというのは当然必要になってくるというふうになります。 でそういう部分でいうとです、ね、実は法制度なんかもかなりあって公務員の中で当然その地方公務員法という中で書かれているものがあっ,たんですあって、まあ、その公務員がです、ねえー、求められるものを書かれているわけですがそれだけじゃどんどんダメになってきていて逆にこう罰則みたいなものをどんどん増やしてきたっていうのが このの何十年かの流れになってるんですねつまり性善説で作っていた地方公務員あるいは国家公務員というのが果たしてそれが実はですね結構その例えば私的なものに巻き込まれたりあるいは贈、ね、収賄とか。 まあそういったことも含めて社会から批判を受けるようなことが出てくる、まあ、そういったことに対してやっぱりこうそれはだめだよねっていう罰則的なものがどんどんできてきてるこれはですね、まあ,本当にあんまりいい話ではないんですねだけれどもやっぱりそこまでしないと公務員制度自体がですね信頼されないあるいはそれを担保できないというようなことになってきてるっていうのが、まあ、ちょっと問題なんだろうというふうに思っています。まあ、そのの部分ががが国民民あるるいいは住かからその役場が信頼されてるのか政府が 信頼をされているのかということの一つの大きな問題であるんだろうというふうに思っています。まあ、そういう部分でいうとですね、公務を公民医療をめぐる問題というのは実は、えー、過去からですねどういうふうになってきているのかというと、さまざまな問題が起きるたびにどんどん変えていってるっていうことになってるんですね。 例えば、この北海道内でいうと、1995年とかです、ね、ぐらいの時からです、ね、官官接待の問題があったり、あるいは不適会経理の問題、盗聴のです、ね、あって、そこからも倫理っていうのがどん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 改正されていくようになります、北海道、職員倫理条例なんていうのを作るようになった、あるいは国家公務員なんかもです、ね、当時の大蔵省のです、ね、過剰接待なんかがあって、国家公務員倫理法ができてきている。 そういうのも含めて、えーまあ、管,管制談合なんかもそうですが、まあ、やっぱりこの管があの 適正でないことをすることが多くなってきてるそれを防止するために法律がどんどんできてきてるというふうになってきてます。まあ、それと同時に懲戒処分というか、いわゆる、まあ、不,適あ不適正なことをした職員をです、ねまあ、罰,す罰すると、だから罰するからそういうことをしてはいけないというふうには懲戒処分の基準があるんですが、まあ、そういったものもです、ね、どんどん変わってきてる例えばえん、ーまあ、あの 前のです、ね、盛りかけ問題じゃないですけれども、ああいったところで財務省のです、ね、公文書の不適正な管理があったことによって、結果としてはその懲戒処分の中にその、公文書の不適正管理なんていうのも懲戒基準の中に入ってくるというようなことでも、どん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 こうアップデートされてるんだけれども、やっぱりそれぞれの自治体がです、ね、アップデートをしていかなければいけないというのが、実は今の時代になってきててて、まあ、当然、性善説だけで対応できないというような形になっているというふうになってます。 で僕らはですねこのことをよく言うんですが他の自治体の失敗が何を学ぶのかという話です、えー、例えばですねこの春にありましたけれども山口県の阿部町で、えー、まあ、えー、不適正な不適正というかですね、えー、まあ振り込んじゃって四千六百万振り込んじゃえまつたっていうやつでこれ結構大騒ぎになりましたよねこれってあの時言われたのがいやフロッピーをで銀行に渡してたっていうのをなんかクローズアップされてるんだけど問題そこじゃないんですよ。 そこじゃなくてなぜそういうことで防げなかったのかって何回も防ぐ場所があったのにどうしてその4,600が一人に行っちゃうような仕組みになってたんだそこをどう考えるのかということ。 あるいはこれ尼崎市の例ですがこれは USB メモリを持ったあ、まあ、外部に委託した職員あ社員が、まあ、まあ酔っ払ってっていう話ですなくしちゃったって、まあ、結果としてはあの見つかってはいてだいぶ大丈夫だと思うんですが、まあ、それでもやっぱりこういった不適正な事案っていうのが出てくるじゃあそれを防ぐために何をしなければいけないんだっていうのを常に考えるっていうのが、えー、これは僕らの中でもこうやっていかなければいけないわけで、まあ、なかなかですね えこういったガバナンスを利かせながらこう経営をするっていう部分では大事な部分ではまあ先ほどの手嶋さんの言っているこうもう正当な経営とちょっと逆側の方なんですけどもやっぱりガバナンス側としてどういうふうにこうそういうことを防ぎながらやっていくかっていうことを僕らの中では今必要になってきてるんじゃないかというような話でちょっとお話をさせていただきました。 はい、ありがとうございました。そうです。あの自治体の不正義不適切っていうのは同じような種類のものがこう繰り返し繰り返しいろんな自治体でこう生じるというところがあります。それをいかにこう先日で、えー、防げかなきゃいけないのかっていう、えー、お話であったというふうにこう受け止めました。さて、えー、それではですねと、えー、両町長のそのこの自治体運営の日々のこうあの実践 を受け止めましてちょっと私の方からこう最初にこう質問させていただきたいんですけれどもこうした寮長のですねこうした取り組みっていうのがどのようにこう生かされているのかっていうことを1つこう外側から知るということでえまず、えーえーえー、寮長の長職員のですねリクルート。 やっぱりこうしたことを頑張っているあの立派な役,役,役場だというふうになると、多分どんどんとです、ね、その役場に入りたいというこのあの多分人たちがです、ね、こう前春こうやってくるんじゃないかというふうにこう思ってまして、そうしたところでこ職員の,その応募、採用、リクルートが、えー、経年どうなっているのかというところを知りたいです。で何でかというとですね もう公務員の世界っていうのもこうかなりこう変わってましてこれ国家公務員でも北海道職員でもそうですけれども結構、公務員にあの志望する学生が今減ってます。あともう1つは一昔前々でゃ考えられなかったですけど公務員をあの辞めちゃうっていうあの若手の人が今結構増えてるんですねですで。そうした状況のの中中でで人口減少の中で特にあの 基礎自治体でもあの当たり前のように多分と取れてたあた職員さんが取れなくなってきてるっていうところもすでに出てきてますで。そこら辺のところがですね寮長はどうなのかっていうところを教えてください、これは1点、あともう1つですね風通しのいいそうしたあの役所、役場を作るっていうところで1つ、やっぱりこう今日的なテーマでもあるんだけども女性職員のです、ねまあ、抜擢登用。 特にその女性の幹部職員というのがですねこれからどんどん,どんどん出てきてそうしてですねロールモデルになっていくというところでああじゃあ、そうした一昔前までの,あのおじさんが朝から晩まで身を粉にして働くという,ういうお役所イメージをこう変えていくということになっていくわけですけれどもえー質問の2点目がその女性職員の,この登用。 っていうところで、えー、どのようなあの工夫をされているのかどうかっていうところについて、えー、教えてください。それじゃ、あまず手島町長の方からお願いできますか。はい、わかりました。えー、っと、まず、目室町はですね、おかげさまで、さ、あの、応募が。少ないっていう状況ではなくて。えー、そうですね。まあ、大体。一人か二人枠に三十人から。あの、来ますので。 やっぱりその帯広市とその近郊の山頂というのはあのいいんですよね、<laughs> ところがまあちょっと自治体名出せませんけどもうちょっと外側の町村になると私も聞いたのは 1, 1人枠に3人しか来なくて3人の中でもまあやっぱりね面接とかして見るわけですから、まあ、ちょっとかなうような人がいなくて採用できなかった、まあ、そういうお話も聞きます。ですけどもまあリクルートっっててこちらからかいうよりは まあちょっとうちの場合恵まれてるというかですね、えそういう感じがあるかなというふうに思ってます。ですから一次試験通って二次試験の面接をトカチトカチは合同でやるもんで、えそして順番を町村で決め町村で決めます。あ神河もそうですか。あ違うですか。順番を決めるんですよ。ですから今年なんかは大卒の方の一般行政 A 課あれのえっと順番が一番だったんですごいまあ。 いい人材が来る可能性があるんだけれども来年になると18番とかになっちゃう可能性があるんでそうするとまあ何て言うのかなどん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 内定決まっていきますからちょっとこうね分かんないですけど、うん、実力的にはっていう方が出てくる可能性はある、まあ、そういう状況ですけど、まあ、そうはいっても。あの みんな優秀ですよ。あの入ってきても非常に優秀ですし、昔の僕らの若いからとこから比べたら全然あのま任されている範囲も大き,大きいと思いますし。しまあ、ですので、そこの心配はあんまりないんですが、ちょっとやっぱり心配しているのが、えっ、ー、と内定自体を辞退する人がやっぱりいるんですよ。それはやっぱり今売り手し。正直売り手市場なんで根室町は多かったけども、帯広市も多かったから帯広市行きます。とかまあ、そういう人結構出てきてあるいは？ えと事務職員狙ったけど消防も本,本命だったんで消,消防受かったからそっち行きますっていう,ふうなのがあったりしますけれどもちょっと僕としては僕の時代は目室町役場に、まあ、あ言い方あれですけど入れるなんてもうすごいことだったから。<laughs> うんまあ五十倍六十倍っていうあの倍率でしたから僕らの時はねですからそれを内定自体するっていうこと自体が正直考えられないんだけどもまあでも実態そうなんでそれはそれで仕方ないのかなそこで内定する人に対して声かけをしてまあつなぎ止めるような活動もするしっていうところを私たちはやっているということですねまあそれとやっぱり思いを持って若い人特に夢があるんでまあ役場職員になった人間も東京でアニメやりたいって言ってあの辞めた職員も いますし結構いろいろ多様化してるなですから公務員っていうのが安住の地っていうかねでもないし今の子たちっていうのはその給料とかそういう処遇よりも休みが取れますかだとか自分の行動ができるんでしょうか活動ができるんでしょうかだとか仕事以外でね。 まあそういうようなところがポイントになってるなあっていうのを感じますんでまあ、そういった意味でも育クボス宣言ではないですけど休めるときはちゃんと休んで自分のやりたいこともやってもいいよっていう環境を作ってあげたいっていうのが一つですねすいませんいろいろあと女性登用はですね現実的に管理職監督職になる年代がまあ、昔片木の結婚退職でいないんですよですから議会でもよく言われるんですよ女性管理職少ないとかいやいや もう職員の票を見てくれと男性と女性の比率っ,て言ったらもう正直悪いんだけど90代10とか <laughs> その年代はですよそういう世界なんでまさか20代の女の子を課長に持っていくわけにもいかないわけですしまあそういうのが実態なんですね。ただこれからどんどんん上がっていきますし あの育児の体制も整ってきてるんでまた復職するってことももちろんあると思ってますから今はあの正直、女の子の方があのが強いです大体半々なんですけどえ特に高校生の卒業生の面接なんか見ると圧倒的に女,性女子が強いですねですから20代30代ぐらいだと,えっと半々ぐらい。 さっきの90対10とかではなくて50、50になってきますからこれからはそういう女性のでき、まあ、るというか能力のある子たちがどんどん職に登用されていくんだろうとそういうふういふに思ってますありがとうございました。 それでは山町長お願いします、はい、あの採用の関係ですけれども、やっぱりね、あの手島さんのメモ帳も同じで、やっぱり東神楽は比較的上川官内の中では、やっぱり町村、上川な内も市は別なんですけども、町村は町村でやると、やっぱり浅井に近いところってやっぱり有利なんですよね、ただそうは言ってもですね、今年は結構厳しいなと思ってます、それはやっぱり民間さんがいいからで、うちの場合はですね、えまあ、あの高卒でなかなか取れないので、大卒を取るっていうことなんですけれども、やっぱりこう、厳しかったな。 というようよな状況あるいは社会人採用も最近よくやってるんですがもう社会人採用もです、ね、なかなかこう単純に転職していきたいという方が多い中でやっぱりもう少しスキルの持った人が欲しいとか例えば ICT 関係のスキルとかというふううに言うとなかなか来ないなという感じがあってです、ね、難しい状況になっていますで全能的な状況で言うとです、ね、今実は課題になっているのはそのいわゆる技術系の職員がどういうふうにいるか。 っていうふうになると、例えば建築職がいない町村っていうのもあるんですよ。なので建築のことがわからないね、そういうところをどうするかっていうと。 例えばその建設技術センターというまあ道の山積みたいなところがですねサポート室に入ってやるとかっていうことも出てきますし今後、多分そういった方々でやっぱりどうしてもできるだけこう町場に近いところに住みたいそうするとどうしても田舎の方にはなかなか行かないよねっていうふうになってくると例えばその看護師だったり保育士だったりあるいは保健師だったり栄養士だったりっていう部分だったりそういった土木系の職員建設系の職員まあそういった技術系の職員 職員とかも含めてですね、やっぱり少なくなってくる。まそれをどういうふうにこう採用したりあるいはえ仕事をカバーしていかなきゃいけないかっていうことを考えるっていう人はこれちょっと攻撃的に考える必要が多分出てくるだろうというふうには思っています。それからま女性のためもね同じなんですよ。僕もうちも難しくてですね、えっといわゆる今のですね50代 でちょうどまあバブルの時からはですね少し採用できてるんですけどその前って結構財政的に厳しかったんで今の50代の後半の人ってあんまりいないんですよね。なんでやっぱりそういった部分ではこれからこうどん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 登用できるような人って。 っってていいいうう形ででないなののがあるので、まあ、今後ですねやっぱりその進めていくっていうのは当然その通りだろうというふうに思っておりますし、まあ、そのための環境整備とかあるいはそのキャリアアップのためのです、ね、仕組みっていうのをちゃんと構築していかなきゃいけないだろうということで思ってますまあだから今はですねどっちかというと30代の女性の方々にやっぱりこのキャリアアップするためにどうしていくんだと、まあ、場合によっては例えば宿泊 出向とか道場とかいろんなところに出向してみたりとか派遣してみたりとかそんなことも考えながらというようなところだろうというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。それじゃちょっとリクルートしていいですか。<ー>リクルートしていいですか。実はですね、そうは言っても今年ですね、えっ、ー、と大卒三人採用しようとしたら二人から泣いて辞退きまして、で保育士も一人取ろうと思ったらそ,その子も辞退して、そしてですね今。 目室町独自採用を今やり,やりたいと思っていますのでもしあの関係者の方いらっしゃる <laughs> ぜひです、ね、ご希望の方あのご親戚とか <laughs> いらっしゃいましたらもし興味あればですね多分今ちょうど募集始めたぐらいだと思うので秋に面接しますのでもしよろしければよろしくお願いいたしますじゃあ目室町のホームページ広報誌をじゃあじゃああのチェックされてくださいはい、それ家族さんお願いしますあ、はい、えー、ありがとうございます。あの お二人からです、ね、あの行政組織の運営ですとか人材育成ですとか伺いましたけれども、まあ、改めてこの首長の市、ね、長の,あのリーダーシップがま問われているなというふうに感じましたであの私たちの北海道新聞もです、ね、あの先ほどあの山崎先生にあの紹介いただいたんですけど「自治の岐路」というタイトルで連載企画を始めましてで第1回目がです、ね、このまさに首長論首長論をテーマにあのまあ実務型発信型みたいなこう2つの こうタイプがあるんじゃないかということを触れながらですね、10月16日の朝刊でも大きく展開しました。あの記事ではこの全国的に発信力が高くて、まあツイッターなど駆使して自らの言葉で説明するですね。あの千葉県の熊谷俊人知事への取材だったりですとか、まああとの元タレントの,の東国原秀夫氏が出馬してですね、まあまさにこう実務型か発信型かがこ争点として問われているとも言えるような。 あの今年12月の宮崎県知事選を取取材ししててり上げさせてもらいましたでもあの都道府県知事とですね市町村長との違いというのはあるとは思うんですけれども、まあ、この首長論という観点でちょっとあの意見を伺いたかったのが、まあ、かつてあのまあ間違ってるかもしれないんですけど町長村長のイメージってですねえ、まあ、偉いというか、まあ、お二人が偉くないっていうそういうことじゃなくてどーんとこういてですね町の名士だったりして。 まあこんなふうに神ジ上ムに来ていただいて町長々発信で議論していただいたりですとかっていうことも多分なかったような気もしますし、まあ、住民説明会ですとかも多分どんどん増えてたりとか、まあ、自分の言葉でこで話す機会が増えたり、まあ、あとあの,その地域の顔としてですねトップセールスみたいな形でこう移住者を取り込んだり企業誘致をしたりなんていう,、まあ、そういう外向けの PR をする機会も増えているのかなと思ってですねこう時代とともにこの首長っていうのに求められているものとかが変わってきているのかなというふうふに思ってます。 り振った方でご所感があればいただきたいなと思いまじゃこれはあのまた、あのあじゃあ山本町長から、はい、じゃお願いします。 あのですね。まやっぱり若い首長さん方って facebook だったり、いすが twitter だったりっていうのは結構やるなと。僕はあんまりやらないようにやらないようにしてるっていうかですね。なんか不公平感があるなと思うところがあって、ちょっと発信力がないって言ったら怒られちゃうんだけど、やっぱりそういう部分でちょっとまだですね。あんまりやれてないなというふうには思ってます。ただですね。やっぱりその住民近いところにいる部分はあるので、まあ、そうした中でこう住民の向けて話っていうのは当然出てくるんだろうというふうに思いますし、あるいは？外 の中でフェイスブックなりツイッターを使うってのはいいとは思うんですけれども、まあ、だからといってそれがすべての人たちに伝わるわけではないので、まあ、チャンネルの使い方っていうのは確かにあるかなというふうには思ってますが、まあ、それと同時にです、ね、やっぱり首長の中でいうと実務型とか発信型とかっていう部分でいうとですね えー、首長の役割ってまあまあ大体3つぐらいあると僕は思ってて長、まあの代表であると言われた通りりそれから行政の長であるということそれからまあ政治家としてのセク面もあってもう政治的なポリシーを持ってやるという部分で一番実はですね町村とかで一番大きい要素っていうのは行政の長の部分っていうのが一番大きくて、まあ、その部分でいうとですねやっぱり実務的になるっていうのは明らかに。 リズムが分かってないとできないっていう感じはやっぱりあるなというふうに思うそれはまあ逆に言うとですね大きな市は副市長以下かなりがっつり押さえている部分はあるけれども小さな町はどうしても行政的な判断も首長に求められるのでやっぱりそういった部分の能力って必要だよねっていうような意識はあるなというふうに思いますありがとうございましたそれでは手島町長お願いしま,すまあこれいろんなリーダーの形ってあると思っててまあ あのチームワーク型だとかトップダウン型だとか、まあ、広報、うん、営業マンタイプだとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、実務型も含めて僕はまあその自分首長として自分が自分がどういう形のタイプの首長ででどういう特色を生かしていくかみたいなところでまちづくりをすれば僕はい、いいと思っているのでもう全員が同じ。 そのタイプなことになるわけもないしそういう意味ではじ自分のタイプみたいなものをどんどん生かしていくっていう首長でいいんじゃないか端的に言うとそういうふうには思ってます確かに、まあ、さっきも控室で話しましたけど昔の政治家みたいな町村長ってあんまりいなくなったなって思ってるしどちらかというと実務タイプそしてパフォーマンスをバンバンやるような、まあ、首長も特に町村長は あままりいないいななのかなって思いますあの市と町村も僕はちょっと違うと思ってて市はもっと何て言うのかな、まあ、政治家的な要素を強いと思うんで,で若い人多いですよね全国的に見てもまあ町村長なんかだと僕らは56歳ですけども若手首長勉強会があったり本当に若手なんかっていう話もあったりするんですけど逆に言うと60代70代の地元のまあ まあ、もちろん地元ですよね、そういう、えー、首長が多いのが町村町っていう感じかなと思うんで、ですから僕らは割と動いてる方だというふうに思いますけども、まあ、ちょっとうまく言えませんけど、そういういろんなタイプがあるので、それに合わせたまち、えー、づくりでいいんじゃないかなっていう、まあ、繰り返して申し訳ないですけど、そう思います。あありがととうございますすみまますすすせんんん、ま、さにに今ののお話に絡んでなんですけれどもちょっとあの えと道内179市町村の,あの首長のちょっとデータを調べてみたんですがあの町村長144人いらっしゃるんですけれどもこのその皆さんの,その出身母体というか役場の出身者がです、ね、あの100人ちょっとに上りまして、まあ、約7割ぐらいがやっぱり役場の職員の方がそのまま課長さんとか副,副町長さんとか経験されて首,首長さんになっているケースがやっぱり多い。でこれあの市長にあの 絞っても35人中ですね、まあ、大体半分くらいがやっぱりこの役所の出身者ということで、まあ、もちろんあの役場役所の職員だからダメだとかそういうことを言うつもりは全くないんですけれども、まあ、一方で各地でやっぱりこの無投票当選もですねこう増えていることもこう合わせてこう考えるとこう,こう今のこの組長選挙っていうんですかねこうあ,あるにはありますけれども何かこう 変容ししててててきいいいるのかなという気もしていてあの町民村民がです、ね、安定した行政運営を望んでいるということなのかもしれないんですけど一方でこう民間出身の方を地域として担ぐもしかしたら。 力みたいなのがですね地方の疲弊に伴ってあの落ちてきているのかもしれなくてですね、まあ、そうなってくると結構この統一調整を前に岐路、まあ、にこう立ってきているのかなと、まあ、ちょっと大げさですけれどもという感じていますねでお二人ともこの役場のご出身ということもあってあと山本長女あの選挙が強すぎるからだと思うんですけどあの相手があの出てこなくて無投票当選であるということもあとお二人こういうこの現状です、ね、さっきの話と絡むんですけどどんなふうに こう捉えてらっしゃる分析されますか、うん、やっぱり僕がさっき言ってるんですねあの行政の長であるっていうことを求められる中でやっぱりこう行政判断みたいなの政治判断じゃなくて行政判断みたいなのも結構求められるんですよそうした時に例えば地方自治のことをまあある程度理解してないとなかなかこう言えないっていう場面があって。 でそういう意味でいうと安定した調整をやるためには役場の職員っていうのは確かにそうだよねっていう風な感じになるでもそれじゃあやっぱり面白くないっていう当然こともあるしやっぱりその変わった時にはです、ね、やっぱりこの別なインパクトっていうのは当然選挙の中で出てくるわけなんで、まあ、それはそれだというふうには思ってますが、まあ、その意味では4年ごとにやっぱり選挙があるのでその中でいろろな政策を競いながらやるっていうのは民主主義の、まあ、今回の長時間のです、ね、基本になっているので、まあ、そういうふうなことはあるべきなんだろうと思うんですけども まあおっしゃるようにです、ね、なり手不足っていうのも確かにあるかもしれない、それはもう、あの首長のサイドもそうですけども、議会議員も含めて。 えだと思いますただ逆に言うとミーニっていうのはしたらそこだけなのかっていうことではないっていうのも僕らもあっていろんなチャンネルを使いながら地域自治みたいなのをやってるっていう部分もあるので、まあ、それはそれなんだろうというふうに思ってますまああ,のある種ですね、えー、この首長自体がですね少しプロ的になってきてる部分っていうのは多少あるんだろうとは思いますけれどもやっぱりそれにしてもですね、えー、まあもう少しこう状況が変わってこるような環境になればいいんですがなかなかやっぱり難しい状況にはなってるんだろうなというような 思いはありま,す、はい、まあ昔と比べて今まで以上にやっぱり法律だとか制度だとかそういうのが僕は非常に広がってるまあいろんなその住民のニーズもしっかりですけどもっていうことになると思うんですよね。まあ、先ほどのあのねあのなんだか冠接待から始まったことでも制度とか法律だとかどん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 ,どん増えていくと。 そうなったときに、やっぱり現実にその役所の中で分かってたり、制度も含めて分かってたりした人がやるのと、ちょっとかなりお苦労するんじゃないかなと思うんです、民間の方が、民間、悪いって意味じゃないですよ、民間の方が入ってきたら、そのときに、果たして自分がそういうことができるのかっていうところも、判断の材料になると思うんですよね手、を手を挙げるときに。 でもそれ以上に相当の思いでこの町をやっぱりよ、まあ、役場職員上がりが相当の思いを持ってないわけではないんですけど相当の思いを持って変えたいんだとかっていう方がやっぱり出てくるっていうのがまあ僕は筋だとは思うけれどもそういう環境じゃちょっと今ないんじゃないのかなっていう感じは僕はしますね。かといってだから役場上がりだから OK だとかそういうふうにも思いませんけれどもそしてあの。 役場上がりであっても、僕、関わらせていただいている首長さんというのは、やっぱり役所チックな人じゃない人もやっぱり多いんですよね、ですから、役所だ役所じゃないっていうところで分けるよりも、人として、えー、思いを持ってやるのかどうかっていうところがあの重要だというふうには思ってます。まあ、正直忙しいいです激激務務ははだというふうには まあ僕はこの言っていいのか分かんないかかなコロナでちょっと休みましたけどめちゃくちゃ忙しいんでそういうのを見てる人たちはちょっとこれ無理だなっていうような人も中にはねいるのかなというふうに思いますけどね、はい、あの例えばこれちょっとものすごいちょっと具体的な事例で申し訳ないんでおけど小樽市長選挙があって、えー、やっぱり混乱した森井さんがなって でまあいろんなことがあって、結果としては今、はさまさんになってっていうようなことがあって、やっぱりそこが明らかに民間と市役所なんですよね。で、その前にこうやっぱりその相乗りでみんな,こうなんか談合みたいなムードでっていうふうな言われ方をした中での市長選挙っていうふうに言われてて、やっぱりそれ,はそれなりに民意っていうのはやっぱりいろんなとこでえあるので、それはそれで正しいと思うんですよ。ただ、だからといって、それでこう、その民意が選んだからといってしたら100、100%その人を信頼してやったということじゃなくて、いわゆる反発、 も含めててやったったそのことが結果としてはその自治の中で、えー、機能したのかっていうのはやっぱりまた難しいこと、まあ、それも含めて民意だろうというふうには思うのでどちらかというとその安定的なものを求めるっていうふうになったらやっぱり比較的その職員上がりっていうのは多くなってくるっていうケースはまあ,あそういうことなのかなっていうふうには思いますけどねすごく小さい自治体なんか行くとまあオフレコにはできないと思いますけども なんとかこの職員の人を町長にみんなでしなきゃいけないじゃないと町長いなくなるぞっていうような自治体も現実にはあると思うんですよね。ですので、まあ、私たちの町は、まあ、人口もそこそこいますしそれは対立候補とかも出てきますけどもですから選挙運動みたいなものも、まあ、正直全然違ってもうも、まあ、いいけど持ち上げられてどんとにかくやってくれ。 っていうようよな自治体もある、まあ、僕らは全然そどっちかと,と逆なんですけど、まあ、そういう感じのところもあるっていうのが今の僕は現状だというふうには思ってますけどね、はい、いや大変興味深いですねでもそういう中でこう、ね、あの自治体をこう担っていくっていうのはますますあの厳しい大変なことだっていうのはよくわかりました。 さてそれではではすね、続いて、またテーマを変わりまして、えっと、最初に申し上げましたようにこの両町,の町長さんをお招きしたのは自治体運営の中で非常に実直にですね、住民と接して対話をしながら日々の 自治体運営をされているというところがあの大きな特徴でございまして、えー、そうしたところをですね目室町さん自治基本条例と先ほども町長の話になりましたけれども総合計画をちゃんと柱にしたあの住民との共同で東神楽町さんはですね、まあ、あの地区別のまちづくり計画というところでですね、えー、またあの 実践をされているっていうところをぜひあのご紹介いただいてちょっとまた話をしたいと思います。それでは最初にえっ、ー、と手島町長からまたお願いします。お時間をしてますのですみません十、はい、分以内で,以内であのお二方よろしくお願いします。はい、まあ、うちは昔から住民参加を非常に大事にしていましてえっ、ー、と合併の議論から。 まあ、帯広市と中札内丸と合併するかしないかというところになったときに、いや、自立で行きましょう、でも自立で行くんなら住民参加が必要だよね、どちらかというと、それまでは、まあ、職員も含めた行政主体というか、行政の言うことをまあ聞いてもらうようなまち、えー、づくりをやっていたんだけど、これからは自分事と,としてまちづくりをやるためには、住民参加が必要だ。だからこのスライドににありますように 自治基本条例が後になっていること自体がちょっと珍しいというか逆なんですよね、本当は自治基本条例があって、その中の手法として、例えば男女共同の考え方ですとか、ま、え、ち、ー、づくり参加ですとか、そういうのがあるべきだ、ただ、私たち当時僕、企画課長だったんですけど、あのとは言っても、いきなり自治基本条例に、まあそのえー、大冗談で。 いろんなものを決めてやってもできないんじゃないかまずは参加から始めようというところでまちづくり参加条例を作りましたで、その自治基本条例の中でこの図面を覚えておいていただきたいんですけどもまちづくりの4社っていうのを整理したのが町民議会首長職員っていう こ,となんですね、これがまちづくりの4社ということで、えー、この中で町民の参加の方を重要視しながらやっていきましょうというのがスタートだったと思っています今時代が変わって私はこれに企業や団体いわゆる関係交流人口右の端にありますけどもそれをその方々も巻き込んだまちづくりをしなきゃいけないと思っていますからちょっと今住民との共同と離れますけども、まあ、こういう5社 みたいいな感覚を持っています人口減少はもう仕方ないと正直思っているのでいかに住民が生き生きするかそしてまあ人のふんどしではないですけど応援する人をも、えー、の力もいただきながらやるのが筋だろうと思っていますそのことが自治基本条例の抜粋に書かれていますあの町民第1条の町民町長議員職員の責務これがまちづくりの4社 さすがにここまでに団体、企業を入れるわけにはちょっといかないのでこの4社プラス町民が主役となった自治というのを明確に言っているということになりますそして外部評価をまあ重要視していますが総合計画の策定ですとかあるいは評価にです、ね、こういう流れでやっています。まあ、住民が委員とななる、まあ、審議会これだけではもちろんなくて まああの最たるものというか、そういうことでこの総合計画出させていただきましたけど、住民が委員となります総合計画審議会、まあ、専門部会入れると40人ぐらいいらっしゃって、まあ、その中で審議会が15人ぐらいですかっていう感じだと思うんですが、そういう方々があの評価、総合計画に基づく評価をやったものをテーブルに載せていただいて、これが本当に町民にとって、まあ、住民サービスにとって、 妥当ななののかかどううといい評価をしていただきます専門部会各分野に分かれて、まあ、4回から5回ほどやっていただいてその後審議会、まあ、並行もするんですけども審議会の評価もやっていただくで問題はです、ね、私はこのことが予算だとか、まあ、そういったものにちゃんと結びつくというところが必要であって評価して終わる意味は何もないわけですから。 ですので、すの8、9月にやったことを各課で対応を検討して、まあ、正直言うと一時一句どんな意見があったかについてその対応を整理していってそれを次年度の実行計画これ実行計画というのは今後3年間政策として何をやるかということを、えー、まあ整理する計画であってそのうちの1年目が予算に結びつくというそういう仕組みになっています。ですので、ですのの住民の意見ををに各課で対応を検討して、 政行計画に定めて、これでガチガチ政策議論をやると、そして次年度の予算に結びつけていくというやり方をやってます、このサイクルですね、これ、毎年やっている、まあ、こういう仕組みがですね、まあ、山崎先生含めてご評価もいただいてるんだというふうに思いますけれども、あの昔ですね、私、財政担当をやった時も、も、とにかくその日なんですよ、そのやっつけで要求書、こんなの出てきて。 そして夜の11時、12時になってなんとなくこれでいいんじゃないかっ,つってやってみたりだとか財政係に予算を切られただとかでもそういう表現がなくなるんですよ政策的なものは全部整理されてるから事前にしかもその政策の整理の前段で住民意見がある、まあ、こういうサイクルになってるから職員もいわゆる予算のふっかけ要するに本当は10でいいのに121.2倍ぐらいで予算をふっかけてきて切られても この位置は残るから何とかすできるそんな世界じゃもうないくし,しちゃったんで仕組み上ですのでもうこのヒアリング政策のヒアリングの段階でほぼ大きな事業の、まあ、予算の細かい数字は別として方向性は全部決まってます。 そういういやり方をしていますじゃあこの10月以降に起きたものをどうするか例えば法令改正ありましたそれは臨時的に経営戦略会議というのを開いてその中の事業でこういうのが出てきたんで予算化しますかっていうところを議論して、まあ、次年度予算に結びつけていくですからチャンスがゼロではないもちろんそのこれが終わったからゼロっていうわけではないし僕も1回振っちゃってもう1回考え直してこいっていうのがありますからそういうのをこう、まあ、現実に言うと1月末までですね 予算がそこまでに持ってこえば可能性はあるよっと、まあ、そういうことです。ちょっと住民参加とずれましたけども、うちはあの市民ファシリテーターっていうのを非常に要請してまして、町民活動支援センターというところを中心に、あの市民の方でもこういう司会だとか、あるいはまあ議論を回すうーその人を育てようっていうのを、まあ、ある意味、町民の人材育成でもあると思うんですが、でこれをグループワークとかであの実際、入ってもらうんですね。 で A さんがこの A グループに入ってください。それで司会や何かをやることによって、本人も勉強になるし、まあ、周りも刺激も与えられる。まあ、こんな住民参加の手法、全てではありませんけど、一部紹介させていただきました。以上です。ありがとうございました。それじゃあ続いて山本町長お願いします。あ、若干時間ございますね。 やっぱりあのー、目黒町さんのやっぱり、えー、実現がやっぱりすごいのがやっぱりこう総合計画とあの毎年の予算っていうのをちゃんと連動させてるっていうところさらにやっぱりそこに住民をちゃんと、あのー、巻き込んでるっていうところがです、ね、あのなかなかこれ簡単なようでなかなかできないところで本当にあのこれをです、ね、マンネリ化させないでよくやってるなと改めて。あのー 簡単、感心した次第です。それじゃ、山本町長、お願いします。はい、えー、じゃ、私の方からはですね、えー、まあ、地区別まちづくり計画っていうのをやってるので、それことについて、えー、お話をしたいと思います。あの、私どもの町はですね、公民館ってなんか、札幌でいうと公民館って、まあ、建物で貸し管にしてくれてみたいな感じだと思うんですけど、そんなことは決してなくてですね、実はこれ公民のための館であって、戦後すぐのですね、地域の、中での、地域振興をですね、担う組織として公民館っていうのができてきた。 建物だけじゃなくていわゆる組織としての機能というのが非常に大事であるということで実は私どもの公民館地域の公民館というのはです、ね、その昔のムードがまだずっとあって、まあ、いわゆる地域のです、ね、社会教育的な部分だけじゃなくて地域振興みたいなのもかなりこう考えてやっているというようなところがあります。そのの意味でではその公民館をを中中心ととしたた自治をやりいいなという,ふうに思ってて僕もあのその選挙の中で いわゆるその区別計画っていうのをやるっていうことで公約に掲げさせてやっ,てもやったというふうになりますで、えー、まあその中でですね総合計画今手嶋さんが8年って言いますうちは12年でこれもまあ普通はですね今まではみんなどこもあちも10年なんですよそれをやっぱりそのあの首長2期に合わせて変えましょうっていうことで変えてその下に区別計画っていうのを入れましょうっていうことで、えー、作り始めたというふうな形になっています で地域をですね7つの公民館区があるので7つの公民館に分けてやりますが、まあ、一番大きなですね東西というところが6000人ぐらいなんで、まあ、人口6割ぐらいいるんですけども、まあそういったところとあとまあ本当に40人ぐらいしかいないような集落みたいなところもあるんですけどもそれでもこう地域ごとにやっぱりその公民館活動で頑張ってやるこれ昔のですね小学校区あるいは文工区なんですねそれを生かしながらやっているというふうになります。 でどういうふうにやっているのかというと、まあ、役場の職員がほぼ全員参加をしています、地域ごとに準備をして、レクを入れながらやります、で基本的にはそのコンサルタントはです、ね、ほぼ入らないで、まあ、モデル地区だけやったということ、あるいはそのです、ね、いわゆる自分たちがこう事前にです、ね、研修をすることでこうやっていったというような形になります、まあ、策定的にはです、ね、4回ぐらいの会議を行いながらやったというふうになります。 まず1回目がです、ねえー、まあいわゆるその地図ので,です、ね、いいところとか悪いところとかを調べながらこっちはこっちの図に戻すえいいところ、悪いところを調べるでそれで、えー、自分の町のいいところはこうだよね悪いところはこうだよねえしたらこの,町この地域をどういうふうにしたいんだということを目標を立てながらじゃあそのためにはこういうことをしていこう。 そのことが例えば、それは住民がやるべきなのか行政がやるべきなのかあるいは共同でやるべきなのかっていうのを考えていこうというのがこれが地区別計画になります、えー、結構面白かった、まあ、ワークショップなんでこういうふうな形で付箋でやるとで、えー、住民の皆さんも半,半数ぐらいそして職員も半数ぐらい入りながらです、ね、みんなでわわわわわ言いながらやるというふうになりますかなりですね、これを最初、職員はですねすごく嫌がるんですよ。 もう住民の人とやったらこれって何かいけんとか文句ばっかり言われんじゃねえかみたいなムードがあるんですが絶 僕は結構ワークショップやってたんで絶対大丈夫だからって言ってやったら、まあ、最初いろんなちょっとなんかみんなぎこちないとこあったんだけどやってみると結構やっぱりみんなこう建設的なんですね住民の皆さんもそうだし職員も建設的に意見を出すそうした中でですねやってると和気あいあいとしてきてかなりこういろいろと考える方をみんなで認め合いながらできるような環境になってきてこれってすごくいいなっていうような感じになってますなのでこれはですねもうすでにもう3回終わった形になり それでこう見直しをしながら、えー、1回目がかなり4回かけてやってその後は時あとは適宜見直しをするというような形で4年ごとにやりました。 まあ面白かったですよ、いろんなことができたの例えばその、しびない地区というところがあるんですがこれはまあ後でやりますがしびない地区の事例あるいは各地区公民館がですね、結構再編をしたりですね、いろんなことを考えようというきっかけ作りになっているというのはこれはやっぱり地域の人たちがこう集まって議論する場ができ,てできるということなんだろうというふうふに思います。 えそのシビないというのは一番右側のです、ね、一番下の地域なんですが、えーまあ、いわゆる町から一番遠いところにあって山村留学をやっている地域です。でなおかつ小学校があって山村留学で今、子どもの人数6人なんですが地元の子誰もいません山村留学をしてきた子ばっかり、えー、というふうになります。でその間はいろんんなことをです、ね、考え始めたんですね で結局酸素入学を地域の中で取り組んで活性化して頑張ってやっていったでそうするとですねそれだけじゃなくて行政区がですね当時 えー、130人150人ぐらいか150人ぐらいの集落だったんですが5個ぐらいのいわゆる町内会みたいなのがあって、まあ、それもです、ねまあ、昔、喧嘩か別れして別れたとかいろんなことがあってです、ね、それをこう再編して1個にしちゃおうという話それから公民館とも一緒にしちゃおうあるいはその公民館がです、ね、老朽化したのでやっぱり防災拠点でもありますのでそれは改築しましょうということでやりました。でそのこととによってて結果としてはです、ね、もうワークショップを、ね、自分たちでも やれるようになってきたんですねさっきファシリテーターの話が、えー、手嶋さんもありましたけどやっぱり自分たちのこうワークショップ的なことをできるようになってきてじゃあどうするんだっていうことをやり始めたということでそのしび公民館というですねこの築公民館を改築をしました。 でえー、まあワークショップをやりながらです、ね、やったんですが、まあ、これ、ちょっとあの見づらいのであれですが、まあ、普通、公民館だったら入ったらです、ね、なんかあの受付があって会議室がわーっと並んでるみたいな感じなんですがここはです、ね、あの住民の人たちが希望をこう叶えるためにいろんなことを考えて考え自分たちでワークショップをしながらやったんですが入ったらすぐです、ね、オープンキッチンなんですよオープンンキッチンでいきなりこう土足でこうコーヒーが飲める環境を作りたいって。 そういうふうな使い勝手とかも含めてです、ね、考えていったのでまあ非常に面白い施設になっていますで、まあ、あのまあ格好もですね結構かっこいい格好いいという建物なんで、まあ、そういう分ではですねすごくいい形になっておりますけれどもやっぱりこういったことをですねワークショップでやるっていうのはもう普通に今常態化をして 来ています公民館7公民館あって、まあ、大きな市街地の2つは別としてあと5公民館それぞれ順番に今改修とかしてるんですが2つ目の公民館もみんなワークショップでやりましたやっぱりその中でいろんな議論が出るんだけど例えばそのこ,れこれをしてほしいっていうんだけどいやいや予算的には無理だからみたいな話もそれも含めて議論しますそういうことが結果としてはですねこう住民満足度の向上につながってるんじゃないかなというようなふうには思って こういったことをです、ね、ベースにしながらこう地域自治を進行していきたいなというふうに思ってます、はい、はい、ありがとうございました、やっぱりワークショップっていう手法をこうじあのちゃんと使って、住、え、民、ー、参加を実行的なものにする、言い方を変えると、言いっぱなしにしたい、えー、聞きっぱなしにしたいという、えー、ことですよね。さてそれじゃあ加子さんいいかかががでしょううりとございますあの 本当は今のまさに住民参加のお話でちょっと話を掘り下げてるんですが時間がないのでですねぜひちょっとあの新しいこう自治の形みたいなちょっと広いテーマでですねあのお話を伺いたかったのがまあこ,のこれからやっぱり人口減がですね各地でこう進んでいく中でこの市町村という,こう枠組みにとらわれないでこうどう地域を守っていくか。こう 県域だったりですとか広域という,こう単位でぜひちょっとお話を伺いたかったのが、まあ、この東神楽さんも目黒町さんも先ほど来お話があるようにこの旭川、帯広にこうそれぞれ隣接していてですねこう経済圏、生活圏もこう共有してましてこう医療、教育、まあ、あの娯楽などさまざまなこの都市機能はですねこう中核都市にこう頼っている部分もあって、まあ、切っても切れない。 こう関係かと思います。で、ただこう県域単位でのこう人口を見ていくと、あの例えばこう旭川だと。 2045年には9万人ほど減ってですね24万人になって、うん、帯広はそこまで減らないんですけどやっぱり23万人減って14万人台となってですねこの中核都市もやっぱりこれから厳しい状況が出てくるとすると県域、まあ、自体のこの体力低下みたいなものもですね、まあ、合わせてこう出てくるのかなと思うと、まあ、どうやってこの県域を守っていくかこうダム機能をこうみんなで守っていくかというのはこう市町村の枠組みを超えて 根本的に議論しなくてはいけない。テーマなのかなという。ちょっと問題意識を持ってます。で、まあの旭川を中心とする。連携中枢都市圏です。とか帯広を中心とする。定住自立圏など。 まあのいずれも各分野での自治体連携はあるとは思うんですが道、まあ、内各地取材するとですねあの、まあ、帯広、旭川とは言わないんですがこう結構、中核都市とこう周辺町村こういろんな綱引きがあってですね、まあ、周辺町からはこう中核都市をやっぱり独りがちになってはだめだというやっぱり声があったり中核市からするとちょっと周辺町に人口を奪われてるんだよなというなんか声があったりしてなんかこうそれぞれやっぱりこういろんな言い分があってですねなかなかこうまあ公共施設の例えば統廃校 とか、まあ、この先ほど山本町長もおっしゃってたその専門人材の共有みたいなところを踏み込んだ連携というのはまだ道半ばなのかなというふうにまあ思ってます。こうそんなことを踏まえてですねお二人の町長にこの中核都市旭川帯広をこうどんなふうにご覧になっているのかということと、まあ、広い意味でですねこれからの,その北海道人口減少の中でこの市町村の枠組みを超えた広域連携みたいなのをですね どんなふうにこう作っていくかこうちょっと課題意識なんかも含めてあのお話しいただけるとありがたいなと思います。<laughs> あの私どもの町は旭川の隣町でやっぱりその例えば経済であったりあるいは医療福祉みたいなのはかなり旭川に依存しているという部分もありますただですね、周りにこう8町があるんですがそれぞれの町結構頑張ってやっているのでいわゆるその活性化するようなイベントだったりあるいはさまざまな企画みたいなものを8校8町も出している、まあ、その意味でいうとです、ね、それが旭川1個になったらもしかしたらなかったようなことが8町があったことによってできるということもあるので、まあ、それはそれなんだろうと。 いうふうふに思ってますただそうや、その中でその連携中途都市を含めて連携なんかをしなければいけないというふうに思っていて例えば最近の例でいうと,、えー、っとワクチン接種。 とかは各自治体がそれぞれやらなければいけないということなんですが当然、その医療資源は旭川に偏っている部分もあって旭川、まあ、で受けられるような環境作りみたいな最初のところはです、ね、ワクチンのみんなを打ちたいとい,いう人が多いもんだからなかなか難しかったんですけれどもそれでもやっぱりその連携をさせてくれほしいということで、まあ、当時の市長とかもとも話をさせていただきながらあるいは職員ともです、ね、うまくつないでいただきながらあるいは保健所旭川、えー、市保健所 を 神川保健所と道の保健所、医師会も浅い市医師会と神川郡医師会とかですね、それぞれの協力をいただきながらやっていったとっいうのがあります、まあ、それはちょっとうちが中心になってやっていったんですが、まあ、そういったことはどん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 展開していかなきゃいけないというふうには思っています、まあ、それと同時に同じ規模の町村同士のやっぱり連携っていうのも大事で、やっぱりその同じ規模だからこうやってるような内容のものっていっぱいあるので、それをこう融通し合いながらやっていくっていうことは必要だと思います。でそういったノウハウハはですね逆に 行政のノウハウというのは、いわゆるその企業秘密ということではなくて、やっぱりそれはこう住民のための部分でもあるので、やっぱりお互いにこう共有できるものを共有しながらやっていこうという部分をしていかなければ、成り立たない部分が出てくるので、そういった部分の連携をです、ね、やっぱり僕らもしっかりやっていきたいというふうに思いますありがとうございました、あ手島町長、お願いします、はいまあ、これ、地域のいろんななんていうか、特色があると思うんですが。 十勝につきまして十勝、まあ、っていう名前ネームバリューもあるんで非常にそのまあ端的に言うと仲がいいんですよ。 あの首長同士も非常に仲いいです、いや髪顔割れっつってるわけじゃないですけど、<laughs> あの非常にな仲がいいんだと思うんですね。ですから、あんまり綱引きみたいなものはなくて、あのそれぞれの資源、似たような資源もあるけれども、別にあのそちらはそちらでいろんな歴史だとか、産業構造だとか、そういったものでやっていただければいいんじゃないですかっていう発想があるので、あんまり競争意識みたいな、一時はありました。あの公共施設が をねえー、隣の町にあるんだったらうちも作るべきだみたいなことはありましたけどあんまり今はないのかなというふうには思ってますただあのですから比較するようなものでも自治体どうしようまずそういう感覚は僕は持っていますけれどもそうなってくるとただ県域でのいろんな活動っていうのも一つの重要なポイントになってくるとは僕も思ってますでまたちょっと一市山頂周りの山頂とまた そういうい山間部のちょ町村ともちょっと、まあいまあ、人口規模とかも違うんで意識も違うのかなっていうのはありますけれども、まあ、これはちょっと爆弾発言になっちゃうかもしれませんけど人口減がイコール悪いのかっていうところもまあ正直あってだって急に20代や30代の人が何万人も増えるなんてことってありえないわけですよね少子化が実際起きてきて。ですから僕は 少子化対策というのはこれは自治体レベルでできることでないのでやっぱ国として、まあ、今回出産1日10万円でしたっけとかいろいろや,やるみたいですけども国,国あたりがやっぱりしっかり考えていただかなきゃならないちゃんと僕らは地元として追従することはやるけれども、まあ、という感じを持っています一方であの、まあ、人の生き生きさだとか あるいは住みやすさだとか PR 発信、まあ、こういったものは僕は県域でやればもっと特に十勝はですね十勝のネームバリューが大きいので非常にいいと思ってますメムロって言っても誰も分かりません本州では十勝のって言っつけるとやっぱり分かっていただけるんで、まあ、そういうところでちょっと堂々巡りしてますけども県、えー、域の考え方っていうのはそういった分野部門でやるべきでないのかなっていうふうに思ってます ありがとうございますあのこれからの課題についてあの踏み込んでこういただけました、えー、とだんだん時間を押してきてはいるんですけれどもそのこれからの課題というところでちょっとあのあの非常にあのざっくりとしたあの伺いになりますけれどもやっぱりこれからの地方自治考える時にぜひちょっとあのこういう機会に両町長のお考えを聞かせていただきたいと思うのがさっきもあのご説明のところにも出てたんですけどやっぱりデジタル化 一体こうとにかくその何をどうしたらいいんだみたいなあのある種のこう混乱もあればとにかくデジタルデジタルっていうところが進んでますそれをじゃあ自治体現場でどのように受け止めてあの,身の丈になったデジタル化戦略ってどういうふうにこうこれからおやりになるのかっていうのをちょっとこう教えてくださいあとこれもう一つですねちょっとあの大きいあの伺い方になるんですけどもこれもゼロカーボンですねこれもですねあのいっぱい言われてるんだけどもじゃあ で自治体現場でじゃあどうやったらいいのっていうところに関してはこれも179の市町村でもこうセンサー万別だと思うんですよね。本当にあのバイオマスのエネルギーがこうふんだんに取れるところもあれば洋上風力発電がじゃん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 ですね産出できるところもあれば全くそういうようなところではないようなあの自然地理的なそうした町もあればそこら辺の,の違いを踏まえた上でじゃあ寮長が。 そのゼロカーボン対政策ってどういうふうに受け止めてこうあの向き合ってらあのこれからいくのかどうかということについてすみませんあのこれも大きいあれなんですけども一口ずつで <laughs> お願いできますでしょうか。 あじゃあ山本いまデジタル化はまあ当然、ですねやっぱりその今回の例えば特別定額給付金のマイナンバーを使ったデジタル化がうまくいかなかったとかですねまあまあ国がやっていることがうまくいかないということがあったりして、えー、やっぱり難しいなというふうには思ってます、まあその前にです、ね、やっぱりそのデジタル化をする前に業務の改善をしてデジタルに合わせるような仕組みを作った上でデジタル化にしていかなければいけないのでそういったノウハウはやっぱり逆に先行しているですね。町村の中で でも先行しているところがある程度こうリードしながらやっていく必要があるんだ例えば僕らがリードしているとすればやっぱそういったノウハウを提供しながらこうみんなで一緒になってやっていくという仕組みを作っていかなきゃいけないかなというふうには思ってます、まあ、かなり僕らも一生懸命やってますのでそういったノウハウを公開をしながら公開というか広めながらですねやっていきたいなというふうに思ってます。あのゼロカーボンはですね まあ本当に、ね、地域資源に偏りがあるんです、再生エネルギーの資源に偏りがあるので、うちはですね旭川空港のあるところで、旭川空港のいいところは風がないんですよ、だから逆に言うと風力発電はほぼできないので、太陽光発電もですね実はあ,のあんまり強くないんですよね、同等の実は霧のある釧路の方が日照時間は旭川より長いんですよ。 なので太陽光もそれほど強くないと、えー、いうふうになるとです、ね、なかなかこう資源が出てこないというふうになる、まあ、そうすると逆にしたら僕らのこう強みみたいなのを何を生かすんだというふうになると例えばその住民自治でやっている部分の例えば住民意識からこう変えていくような、えー、リサイクルだったりそういったことを展開していくようなもうやり方とかはですね考えていかなきゃいけないなというふうには思ってます、まあ、いずれにしてもです、ね、どちらにしても両方とも大きな課題なので、えー、そのひるむこ,んなことなく頑張っていかなきゃいけないなと。 ますいまましたそれじゃ手島町長お願いします、はいま、ず DX の関係は本当に山本町長と僕も全く意見が同じですその意見の同じ部分の特に重要なところが、まあ、DX 改革っていうのは実はアナログの議論が相当ベースにないとだめだと思っていてデジタルというのは仕組みとして最後にかぶせればいいだけの話これは職員にもはっきり言っているので、まあ、来年ですからそういう調整を あの担うような係当、まあ、たりを作ろうとは思っていますけどもそれはただデジタルに強いやつとかパソコンがパソコンってもう古いですけどできるやつとかそう,そうじゃないんですよむしろそれぞれの業務だったりサービスをちゃんと熟知してうまくコントロール、まあ、調整できる人間を配置しようというふうには思っています。 そういういうに思ってますあとデジタル部分は業者さんとか任せればいいだけの話だと思っているので、まあ、それが1つの私としての考え方ですけどこれやっぱり進めなきゃいけないですよねマイナカード、うちもかなり低い十勝、まあ、トカチ特に低いんでちょっと困ってはいますけどもなんか逆に人参ぶら下げるじゃなくて逆の <laughs>、ね、罰則じゃないですけどみたいなところもあったりしてちょっと苦しいんですけど頑張ります、これは。はい、それと えっと、ゼロカーボンについては事、ね、事務事業あの皆さん、ペーパー持っていると思うんではないですけど地球温暖化防止実行計画の事務事業編これ役所の公共施設だとか役所内の部分の計画は作っているんですが今回、区域施策編といって、まあ、目室町内民間企業も含めた全部のゼロカーボンの,そのこれはあの努力規定になっているもので、まあ、市町村では努力なんでですけど今回やろうと思っているんですよね。 でうん、とそれをに取り組むときに先ほど言ったようにあの200数十社工業団地に入っているわけですよ、そうすると二酸化炭素だとかそういうのものすごい出してるわけですね、運輸業を含めて。だこれで根室町がゼロカーボンできるのかって言ったらあのカーボンオフセットじゃないですけど森林どれだけ増やせばいいのだとかそういう議論になっちゃって現実に僕はできないと思ってるんです。 ですけど十勝ではあのスローガンとして全市町村ゼロカーボンシティ宣言しましょうってなってるんで最後はやります、はい、最後はやりますけど今あの、無責任にゼロカーボンできますって手を挙げてそして方策も何もないのに宣言っていうのは僕はあのちょっと今あの議会でも言ってるんでいいんですけど考えてません。 ですけども、そういう計画を作って、具体的にどういうふうに私たちの自治体が貢献できるんだっていうところ、ゼロになるかどうか分かりませんよ、だけど、こういう方策で貢献できるんだっていう視点を持って、ですねその時にゼロカーボンシティ宣言をしたいというふうに思っているので、あゼロにはならないかもしれないです、うん、マイナスというのかプラスというのか、まあちょっとうん、二酸化炭素等の排出の方が多いのかもしれませんけども。 まあそういうい感覚でいるんですよねですから、他の自治体も含めて助けてもらうだとか、ってあるいは全道としてゼロカーボンになるってや考えていかないと、そういう企業だとか多いところはね、正直難しいですよ。で、ある首長さんには、いや、そんなん関係ないから、とりあえず手を挙げればいいんだっていうようなことも言われたこともあるんだけど、いや、そんな無責任なことできませんということです。<laughs> まあ課題というか愚痴ですけど、はい でもそうしたところをやっぱ踏まえてやらないと本当になていうんですかねスローガンで終わってしまうということもありますしまたそういう民間事業者企業のやっぱりこう行動変容を促すっていう,ふうになるとやっぱり一市町村というよりもやっぱり国全体の法令改正だとかそうしたような話にもなってくるわけですよねでからそういうふうに両方やっぱり見ておかないとあの何でもかんでも市町村だけが 汗をかいて頑張ればなせばなるっていうのはやっぱりちょっと違うのかなというふうに強く受け止めましたさて非常に中身の濃いうお話をいっぱいいっぱい聞けたんですけれどもここで若干会場からの方々にももしご質問とかですねちょっとあればいくつかお受けできればなというふうに思いますがご質問とかがある方どのぐらいいらっしゃいますか12お二方 あすみません、じゃあちょっと、あのじゃあ、一言ずつ。あすみません、えーと、上川管内の町から来たものなんですけども、えー、とちょっと2つだけ、2つ聞かせてほしいんですがすいません、手短にお願いしますはい主権住民ということで、非常にあの興味深い話だったなと思うんですけど、あのただですね、えーと、住民の方から意見を聞くっていうことは、非常に手間もかかるし、なかなか、あのー、 めんどくさいとところもあるかなと思うんですねでうちの住んでる町なんかは行政主導で町長、まあ、はっきりとあの町民からあのいちいち話を聞いてられないというふうに言っているところもあるんですね。にもかかわらずあのお二方の町ではあの、えー、住民自治を強化していこうとされているその理由というんでしょうかね。 その辺りを聞きたいのがまず1つ、それともう1つはです、ね、人口減が悪くないという,ふうな話もあったんですが、えー、とはいえあの、住民福祉のためにです、ねえー、と住民があの増えるというか、ある程度必要だというふうに思うんですね。それは調税収入のこともあるでししょうし 国からの交付税のこともあると思うんですけど、そのあたりの住民福祉人口減になっても住民福祉をするための財源確保というふうなところでは、お二方の町ではどういうふうに考えてらっしゃるのかお、お聞かせください数名いらっしゃるので、全部あのあのおっしゃっていただいて、で、一言ずつ,つあの最後にいただくというような形で申し訳ございません。じゃあ,あの後ろの 大変申し訳ございません。あの、そのような形であのさばいていただければと思います。あはい、えっ、ー、と、私は放送大学の学生でも日通訳をやっております。はい、ええー、と、まず、あのお,お,お二人の町長さんがおっしゃってました。あの人材確保、人材確保うん、私大事だと思います。そこで私からの提案なんですが、あの北海道大学さんで全学部の学生を対象にして、そういうインターンに行ってもらう。もちろんね。そうやってやるとか。 もちろんそれは北海道大学さんだけではなくて例えば教育大学さんにお願いしてそうういうけん教育実習のプラスアルファ教育実習みたいな感じでやってもらうとかあのナースだったらあの天使大学さん保育士だったらあの公園女子短大さんみたいなそういうのは大学全部であのそういうような人材確保をそういういインターンをやってその逃げない逃げないと怒られちゃうかなその自治体者を減らすそして,そしてその町その町村を気に入ってもらうような。 例えばファンクラブ制度みたいな,そなんていうのか、そういうようなやつを作るとか、もちろんインターン生を対象にした、そういうのはどうでしょうかありがとうございます、あと手を挙げてくださってた方、あと、えー、とあじゃあ、お二方ですね、はいえー、とじゃあ,あちらの奥の方と、じゃあ、手前の方と、き、はいはいえー、今日はありがとうございます、あの1点だけあの、お二人からあ議会にはどういうことを期待されているのかということを教えていただければと思います。 はい、あじゃあ、こちらの前の,前の方、こちらの前の方ですね。本日はありがとうございました、えーと。1点だけ、地域循環強制権について、どのような取り組みをし,しようとしているかということですね、あとはそれと連携中枢都市圏ですね、中枢都市圏を利用した地域循環強制権とかっていうのは考えられているかということをお聞きしたいと思います。 あと、もうあとさっき手を挙げてくださってた方は、ああじゃあ、公共政策大学院社会人3年の大野と申します。えー、と質問じゃななくてです、ね、もう時間ないので一応、まあ 簡単なあの要望というか意見だけなんですけどもあのやっぱ人口減少というのは一番大きいことだと思いますのでやっぱりあの人口を減らさないようにしていくというのは必要じゃないかなと思います。特に若い人でそのためにあのえっとその町で出生率を高めるというだけじゃなくてやっぱりあの東京一極集中を解消するだけでもそ,のそれ解消するんだと思 ってるんですね、なのでやっぱ目線を、地元に目線を落とすのも大事なんですけども東京の方に常に目線を持っていって東京から若い人をどうやったらこう、えー、連れてこれるかというところを、えー、両チョともあの北海道の中ではトップランナーだと思いますので他の市町村があのベンチマークすると思いますからそこら辺を、えー、お願いしたいなというふうにちょっと先生ですが思いましたという意見でございます。 はい、いありがとうございました。数々の,あの質問、コメントがあって、また多分丁寧に答えてると、また時間,に時間を要してしまうかもしれません、大変申し訳ございませんが、あの一言で完結でという、ふた言でという感じで、じゃあ,あの、山本町長からお願いできますでしょうか。 ちゃんと答えられることがちょっとあれなんですが、えー、まずですねあの地域住民に対してこう地,地域自治を推進するってやっぱりこう納得するんですね住民の方々が。多分行政に対する信頼感とかあるいは、えー、その行政がこうやってない文句ばっかりっていうことじゃなくて自分たちもやるんだっていう責任感も含めてやっぱり納得するっていうのはこれは。あの 民主主義の中での実践するというのは非常に大事なことなんじゃないかというふうに思っています、そういったことですね。それから人口減に対する財源もさることながらやっぱり一番厳しくなるのはですね例えばその3000人切っちゃうとスーパーがなくなっちゃうとか。 サイヤーがなくなくっちゃうとか経済的なインフラの部分がなくなってくるんですガソリンスタンドがなくなってくるそういったことに対する危機感というのは僕はあって、まあ、あのどっちかというとやっぱりそういう部分ではあの行政が手を出さなければいけなくなってくるという様子がどんどん出てくる例えばコンビニんかもそうですけどもそういったことが出てくるかなと思っていますあのインターンの話はですね実はあのいい話いただいてますが私も実はあの私どもの僕の家にですねインターンで2週間ぐらい住んだ 北大の公共政策大学の人がです、ね、うちの役場に入ってくれたのでやっぱりそういうのは活用していきたいというふうふには思っていますえ議会に対する期待としてはです、ね、やっぱり僕らだけでこう先端的なです、ね、思いだけでやってしまうということをやっっぱりちょっとかみ砕いて説明できるためにもです、ね、やっぱりこう議会と議論をしていくというのは必要だと思いますし逆に議会,からです、ね、議会は議会としてさまざまな方々からのいろんな意見とかも聞いているわけです、ね。 でまあそういったところでやっぱり広く聞いてる部分も含めて調整をしていかなければいけないというふうには思ってますのでまそういった部分ではですねやっぱりちゃんとしっかりこう議論しながらできる環境を作っていきたいなというふうには思ってます、えー、連携の部分はですねもう本当に必要なんですけどやっぱりこれはこう中特に連携中心となる都市がですねどういうふうに考えていくかっていうのもあるんですがそこのですね、えー、まあ そこがめ、ま、周りとやるのは面倒くさいよねっていうような環境を作らないようなやり方っていうのをもっともっと考えていかなければいけない単純にですねサービスは全部中,中,あの中心都市から来るんだだからう,らうちらはそれ全部やってくれやってくれって言うんだ。いうのは絶対だめだと思いますやっぱり僕らもちゃんと責任を果たすけれどもっていうことを言わないとやっぱりだめだというふうには思っています、えー、とそれからですね、まあ、やっぱり人口減少を組み止めるやり方って確かに難しいなというふうには思ってますがうちの場合はですね 人口減少も確かに手嶋さんようにはしゃあないなという部分もさることながら空き家を作らない政策をどういうふうにするかということでやってますだからあの、まあ、どん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 ですね、えー、住,み住み慣れたところから離れて空き家が出るんじゃなくて空き家は、まあ、新しいところが入ってきていというような環境をですね、まあ、補助金を作ったりいろんなことをするんですがそういった環境を作っていくという中で、えー、人口減少よりも空き家を作らないという政策の方を優先的にやっているというところですはいえっ、ー、と まず住民参加の部分ですけども、まあ、これは私も山本町長と同じで納得 行政に対して納得、理解するかというところがやっぱりポイントになっていて確かに手間はかかりますがこれあの仕組みとしてちゃんと確立してですねあの住民、議会そして行政が内部も理解すればきちっとそういう手続きを踏むようになりますので面倒かもしれませんけど最終的には遠回りしないのかなというふうふに思うんでそういうやり方で今までやってきましたですからまちづくり参加条例なんかも制定したのも早い方だと思いますしそういう基盤をですねこれからやっぱり あの御自治体では作っていくのがやっぱ筋なんじゃないかなというふうに思います、まああの首長さんの考え方もあると思いますけどもあと人口問題でお二人からお話しいただきまして、まあ、私は、えー、人口減少は当たり前とかそれでいいって言ってるのはですねき言ってるように聞こえるかもしれませんが全国の中でやっぱり引っ張り合いになるんですよね。あの 総枠は決まっているのでそうすると、まあ、全国のことを私も考えているわけじゃないんですけど我が自治体だけが本当に良ければいいのかっていう感覚が、まあ、なんか。 まあ、それは増え,た増えるに越したことはないんですけれどもそういう感覚よりもまず今生き住んでいる人が生き生きするようなことに私は注力していきたいその魅力ができたことによって人があの先,先ほどお話ありましたサテライトオフィスだとかワーケーションも含めてですねあの帰ってきて,来ていただける首都圏の方々もひょっとしたら移住していただけるそういう流れに持っていきたいということであって国に任せるといったのはあの出生 子どもを産むということの気になるかどうかという政策はこれは自治体でできないので国の方がです、ね、中心になってやっていただきたいそういう意味でしたので、まあ、誤解でもないと思いますけど、まあ、ただ、やっぱり最終的には地域行政経営システムも書いたように移住とか定住というのはこれから私どもの町もっと力を入れていかなきゃならないなという,ふうに思っています。あと人材確保 実際にですねインターンは、えー、やった経験がありまして、こ、まあ、今年の大学生あ、去年か、大学生の採用者もそのインターン経験者であったりします、ですけども、本当に貴重な意見だと思いますので、もうより広くその広げて、ですね、えー、できる環境づくり、まあ、受け入れる環境づくり、しっかりやっていきたいなというふうに思っていますのにいいまととと共通認識に立ってほしちづくりの両輪だということです。 あのこんな言い方したら悪いんですけど、まあ、うちの町、議会改革道全国一ってうすばらしい改革をしてまして、まあそ、それはそれでいいんですけども、やっぱり共通認識で前に進むためには、車輪が片方だけ、僕らプロで24時間やってるわけです、あの行政のことをですね。 そして同じ共通認識、考え方に立っていただかないと片方の車輪が小さいのでどん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 ん回るだけになってしまうんですよね、そういうことではだめだなと思ってて、今のうちの議会がそうだとは言ってません、言ってませんけど、言っってませんけどやっぱり共通行政というもの、まちづくりというものに共通認識を持って、外野感覚で何かを言ってくるのはまあ正直やめてほしくてえ、という感覚、一般論ですよ。 一般論とととししてて、はいといいいうううのをまあ期待したいなというふうに思ってます地域循環共生権ちょっとごめんなさい僕あんまり詳しくないんで分かんないんですけど帯、まあ、広県もですね医師山頂で昔からいろんな連携もしてますけどもこれはあの山本さんおっしゃったようにやっぱり市のせいにするわけじゃないですけどその一大中心地であるその ところの首長なり職員なりがそういう意識を持つっていうこと連携の意識を持つっていうことは僕は大事だと思ってます一つの例を挙げてこれ、まあ、できれば記事にしてほし,しくないんですけど町村からいろんな提案をして普通あの首長につながると思うじゃないですか。ところがいわゆる まあわ国でいう官僚、まあ、そこの部分で止まってしまって、情報が上に伝わってない、僕がこの話聞いてますかって言ったら聞いてないっていうこともあったりする、まあ、規模の違いですとか、そういうのはあると思うんですけども、でも、うちの小広市長は、そういう意味では、割と、わ割とって言ったらあれだけですけど、あのフランクに、他の自治体にも話してくれる人なので、そういう意味では,石は、まあ、石井山町は、石井さんちょだけじゃなくて、十勝県というものが連携できてるかなと思います。 もっとさらに連携する部分を増やしていけたらなって個人的にも思ってます。以上です。手島町長、山本町長、本当にありがとうございます。そして、またあの多くの方々からご,ご質問を頂戴できて、本当にあの、えー、深まっ深まったこうあの議論というのがこうできたというふうに思います。まだまだあの,あの論じたいところがあるんですけれども、えっ、ー、と予定していた時間半がこうやってまいりましたので、えー、本日のですね、えー、自治と自治の岐路。 トップたちは今と第一回目をこう閉じさせていただきたいと思います。えー、本当にですね、お忙しい中あの円ノハルバルお越しいただいた手島町長山本町長どうもありがとうございました。<laughs> それではあの本日のですねえっ、ー、とシンポジウムこれにて閉じさせていただきます。改めてどうもありがとうございました。